先週に引き続き、ムーパールスタジオで、銀座版第2回目ですね。今日は自己紹介割愛しようかなと思いましたけど、まあ、2回目だからとりあえず最初からぜひ、どうもこんばんは、銀座 GSK、社交組合の奥澤健二です。表現泉流宗家総家会理事長をいたしております、泉節子でございます。プロデューサーもやっております。どうぞよろしくお願い申し上げます。世間で言われるほどそれほど悪い男じゃございません。谷隼人です。よろしくお願いします。はい、アザブメンタルクリニック理事長、大学の心理学の教員をやっております黒宮でございます。よろしくお願いいたします。お願いします。それと、まあ、女の子のアシスタントで、自己紹介でちょっとマイク貸してくれますか。すいません。はい、クラブグレで働いてます。有川芳恵と申します。音楽が大好きです。よろしくお願いいたします。入って大丈夫。タレント活動をしております佐藤あさみと申します。よろしくお願いいたします。どうも先生。先生ありがとうございます。すいません。ということで、今日はね、僕はテーマいろいろ考えたんですけど、はい、谷さんどうですかね、はい、いわゆる、この世の中には一流とか二流とかそういう、まあ、差別用語になるかもしれないんですけど、まあ、銀座ワンというのも、まあ、ザワンというのはとりあえず、まあ、一流にかけたような名前なんですね。だからそうですね、ワンですね、はい、その一流の定義、それにちょっと今日先生たちも全部ちょっとお話をね、はい、ちょっとしてみようかなと思いまして、まあ、だから僕らはほら銀座のクラブでもですね、社長とよく回ってるんですけど、この前も話したんですけどね、一流店ってどこだろうと、 誰が決めてんのかなみたいな感じの話したや。それはどうなんですかね、奥田さんね。店舗ね、今日公園を散歩しながら、今日はどんな話で流れるの、一流とは、はい、で一流っていうと、まあ極めるとかぶれないとか、うん、一徹してとか、はい、追求するいいものをねっていう話だったんだけど、どこが一流だろうと。で公園散歩しながら電話で話して、ドーマンちゃん、それは僕はドーマンさん、僕は言えませんと僕がそれを店舗言ったじゃん5件だけ言ってください、5件以外から嫌われますから、それは言えませんって言ったんですけど、うんうん、後ほどまた店舗の名前は改めてにしましょう。そうですか、はい、それはやっぱり言わない方がいいんですか。いや15件16件20件ぐらいまでに幅を広げるならすぐ言えるんです、うん、ただここがちょっとズバ抜けて5件6件7件っていうとちょっと微妙になってくるところが次に追っかけてくるから、うん、まあ、ベスト5っつったら、まあ、大体僕とおそらく社長の考え一緒だと思うんですけど、まあ、グレさんだとか舞妓さんだとか、舞妓さんね、まあ、サードだとかね、サードフロアとかファーストクラブ、ファースト最近オープンした水木、あ、そう 5件だったらそれですかね、大体そんなもんですかね。うーん、まあ出てきやすい名前のお店ですね。あ、はい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 、まあだからほらやっぱり銀座ってやっぱ格式と伝統のお店ってあるじゃないですか。安心安全、だからまあ奥田さんなんかほらいろんな活動されてて、町の城下でいろんな、ね、GSK さんでいろいろやってるからあれなんですけど、はい、やっぱりその一流店のお客さんと、普通のお客さんとの普通の、まああれなんですけど、普通のとこに行くようなお客さんとのどこが違うんだろうかなと、もちろん値段は違うんですけどね、うん、あ、店舗ね、ええー、お店に関してはそうなんですけど、お客さんの、上品、お客様が上品、女性も上品、お上品でございます、はい、やっぱりそういう時はお客さんもそういう方がいらっしゃるってことですか。何よりもお客様の意識ですもんね、お客様の層、お客様の先日前回パート1でも言ってましたけど、やっぱり服装ですとか、まあ、会話の内容にしても結局
銀座に飲みに行ったら女は口説いちゃいけない、口説いていいという話をね、だって女好きじゃなかったら銀座に高いお金というかお金払って飲みに行く価値はないわけですから、うんうん、ただそんだけ高いお金を払って自分がお金稼いで、うん、その中でやっぱりモテるようにかっこよく変えるというね、下心をちらほらしながらも見せないで帰るこの男の痩せ我慢というか、うん、またこれが素敵なんですけどね、そうそう、そこにね、うん、男の背中に哀愁があるとかうんうんというね、くだりがあるのかもしれない、ね、俺なんかダメだ、見ると全部ね口説きたくなるタイプはダメなんですね、やっぱりこう思うけど抑えて何回か飲んだけど口説いてるとこ見たことない、ね、すいません、うち帰ると怖い人がいるもんですよ、家ばっかり気にして、すいませんまあそれはこっちに置いといて置いといてまあ僕はその銀座のクラブとかちょっと分かりませんけど、やっぱりまあ自分がゴルフやなんかやったりするとね、堂前さんね、やっぱ一流って言われるなんかゴルフ場だと、やっぱりドレスコードっていうか、やっぱりジャケットを着て来てくださいと、はい、とかやっぱりそうするんです、まあこういう名詞だけど、保土ヶ谷とかね、はい、まあ、そういう一流といわれる読売だとか、そういうところってみんなそういうところあるじゃない、それはなぜかと今さっき言ってた通り、お客さんも確かに品がいいというか、変な人はいないっていう言い方おかしいですけども、やっぱり従業員の人もやっぱりその中であぐらをかいてないところがなんか一流なんだなと思って、やっぱり一流だと言ってる人に一流いないんだからっていう、いやそういう気がします、俺は一流だなんて言ってる人絶対違うと思います、それは人が言うことであって、ね、他人とか人が認めることであって、ですからそのゴルフ場でそういう格式ばったことを言ってるから違うんじゃなくて、それをきちっとしていくと、やっぱりそこに勤められて人がやっぱりもそう思っていくから、自然となっていくんじゃないですかね、勉強してるから自然体なんですね、うん、でしょうね、力が入ってない、福沢諭吉っていう人がね、品位の人格っていうことを言ってるんですよ、だからアッパークラス、カウンターピープルっていうんですが、こう上の方の人たちをね、お金だいろんな、そうじゃないと、商売やる成功する何よりもまずは人格が一流じゃなきゃいけない、人としてのその優しさ、温かさ、そういうものを備えてない人は商売やるなっていうことを言ってるわけなんですね。でさらに一流についてなんですが、こだわりっていう言葉がちょっと入ってきたでしょ。でこだわりっていうのはもともと日本語で凝り固まるっていう意味で悪い意味なんです。だからこだわりを年々性格が良くなるとこだわりがなくなっていく。でそこで、そうです。で先ほどの一流に戻るんですが、自分にこだわってる人は全部失敗するんです。例えば自分が作りたい自動車を作ってるのは全部倒産、それから自分が美味しいものを作ってるレストランは全部失敗します。じゃあどうするんですか、こだわりの一品って言うじゃないですか。お客様が美味しいと言ってくれることにこだわったお店が三つ星がつくんです。評価するのはお客様だから。それから自動車もお客様がこの車を買いたいと思う車を作ったのが成功です。だからトヨタさんはメーカーよりも販売店、販売店よりもユーザーというのを創業者の方言ってるわけですね。だから一流というのはゴルフクラブのように自分たちが一流だと思っちゃいけなくて、お客様または相手の方がそう評価してくれるということ、そういう私たちは品位をつけとくということが大事なんじゃないかというふうに思うんですけども、先生おっしゃるということだと思いますね。ですよね、やっぱりこれちょっと一流と違うかもしれないけども、やっぱりいい女になりたいとかいい男になりたいと思ったら、俺はやっぱり心を磨こうと思ってますね。心を磨くと自然に顔に出てきますから。ですよね、堂本さん、そんなことないですか。いいです、ね、顔に投影されてくるというか、だからみんないい顔なんですね。みんなで仲良くみんなも一緒ですからねみんなでみんな一流こちらのスタジオに見えてる方皆さん余裕があって人に優しい、いい笑顔なさってる方ばっかりです、ね、うん、はい、なんか話すあれがなくなっちゃってこれは先生っていうのはほら心理カウンセラーやってらっしゃるから、やっぱりいろんな面でね、はい、すごくなんかやっぱり疲れた時とか、ああいう時先生のところも例えば相談行くじゃないですか、はいはいはい、そしたらそういうアドバイスしてくれる先生なんですか。そうです、そうなんです、そうなんです、そうなんです、来てください、みんな、まあ、友達みんな無料なんですよね。もう朝の7時ぐらいからコン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 とか言ってです。で、そう、あとね、僕一つ皆さんに聞きたいんですよね。さっき一流の話でね、会場の皆さんはそのお店ね、固有名詞なんですが、どこ、ここのお店が一流、今いくつか4件ほど出ましたよね、はい、その他にここが一流だと、ここが一流だと思うの、ちょっと会場の皆さんにも聞いてみたいんですけど。それもいいですね、ええ、ね、で僕がマイク回しましょうかね。はい、じゃあどっかあります、あなたがここが一流だなと思います。え、どうぞ、はい、リスちゃんから、はい、リスちゃんがいたよ、リスちゃん、はい、自分のお店の名前を、うん、はい
クラブグレの小手川リスと申します。一流だと思う。そうですね、やっぱり、はい、先ほどおっしゃられたように自分は一流だって思う方はなくほど謙虚な方が多いです。もう女の子を立てて、お客様を立てて、スタッフを立てて、いやもう本当に今日は楽しかったよってみんなを立ててすっきり帰っていく方が私は一流だなって思います。包容力ね、はい、包容力。桃子さん、桃子さん、桃子さん、はい、桃子さん、はい、私もクラブグレの北川桃子と申します。一流、そうですね、リスちゃんが言ってた通り本当に本当に素敵だなと思う方はやっぱり優しいです。女の子にも本当にで本当にあんまりえばったりしてないというか、どうしてそんなに優しいのっていうぐらいの方が、はい、でもこう笑わせてくださる方もたくさんいるので大好きなんですけれど、はい、ありがとうございます。先生、じゃあ、ねえねえ、ありがとうございます、ね、はい、先生どうですか、やっぱりもし、まあ、銀座のクラブはね行かれてないからそういうんじゃなくて、いわゆる一流っていうもののなんかそういうもののこだわりってどういうふうに思ってらっしゃいます？そうですね、今もうほとんど、はい、表現は済んでるんでございますけれども、やっぱり今おっしゃった中にも謙虚というのもありますし、一番自分が本当に皆様お客様をお迎えして、あるいはそのお知り合いの方と会合されても、その今お店ということでおっしゃってるので申しますけど、やっぱり心が豊かで、それで透き通ったように皆様のことも本当に心からお招き、おもてなしっていうのがこの間ねオリンピックでおっしゃってたように、そういう心が隅々まで、それは人だけではないです、お店全体きれいに、もう本当に顔が映るくらいにきれいにお掃除がされてるとか、それからいろんな器に対しても心が行き届いてるとか、そういうこと全てだと思うんですね。ここがいいから一流っていうのではないと思います。全部全てがなるほどと思うほどに磨かれている、私はそう思うんですね。それを毎日続けてですよ、毎度続けて、どなたのどういうタイプの方がお越しになっても、それがその方たちに届くというような方法でなさると、そういう全て心得てらっしゃることがやはり一流だろうと思うんでございますが、まあ、くしくも奥澤さんとさっきちょこっとこの件で話した、はい、同じことですね、言ってらっしゃることね。あ、恐れ入ります、やっぱり、はい、判断するのは他人だろうけど、うん、やっぱり、はい、同じ例えばビール一杯飲んでも、はい、ね、普通のカウンターバーで飲んだり喫茶店みたいなところで飲んだり銀座のクラブで飲んだり値段が違うじゃないですか。それなりのサービスのベースがあるじゃないですか。だからその辺をちょっとこう、まあ、そんなのみんな分かってることなんですけど、具体的に、何がその値段が、ね、ビール一杯5000円ぐらいになっちゃうわけじゃないですか。だからそこをやっぱりね普通の人は分からないと思うんですね、行ったことがないと。そのサービスに対してのなんかミスがあったりした時にいかにどれだけ丁寧な対応をね、続けられるかというね、これが一流から外れる店に限ってそんなことは起きえるんだから当たり前でしょうがないじゃないかという雑な対応になっちゃうというね。一流の店はどんな状態であってもやはりものすごい丁寧な対応を ね、看板があるがゆえに、それをコンスタントにずっと続けること自体がねなかなかできないというか、これを続けていくという意識ね。だから銀座のクラブでじゃあどこが一流か、どういうことから一流になるんだという話になると、やっぱりオーナーの考え方、オーナーの意識、これがずっと伝わっていくわけだから、やはり名が売れた人間はやはり自分の身を慎んで、まあ僕なんかもいつかある番組でこういう話があったんですよ。
お客さんに迷惑をかけるんだったら店は閉めなさいっていうね、これ、料亭のおかみかなんかの番組の、総理の中で出た会話だったと。で、僕自身も長くやってきて、かなり銀座のものすごい離れた場所で、僕はエネルギーあったからの店もできたんです、25年も。なんですけど、やはりこっちもだんだん、ね、年を重ねてくるというか、それと握力が弱くなるというかね、まあ、そういうお客さんに迷惑をかけるようになってくる、そのレベルがだんだん落ちてきちゃう。であれば、ここでスパッとやめた方がいいということで、震災で一気に、閉店したというね、ことなんですけど、やっぱりオーナーの考え方がものすごい大事。そのオーナーの考え方をどんだけ女性陣が引き継いで、それを守っていくかということが、すごくね、銀座のクラブに関しては大事でしょうけども、やっぱり飽くなくそれをずっと続けていくというね、ことが飽きないということなんでじゃないかと思います。一つお伺いしたいんですけどね、はい、テレビ見てる方、いろんな方が銀座行ったことない人もいるわけじゃないですか。で、一流店っていうと、まあ、敷居高いわけですよね。で、ところでこう一般の人が行った時に、一流店で女の子を口説きに入ったら、やっぱりこれはダサいんですか、それとも。でも、ね、こう見てるテレビを見てる人たちが ね、やっぱり女の子を口説くって、いろいろなレベルがありますけどね。親切にすることが口説きなのか、はいはい、親切にして、感じよくしてると、それはイコール口説きなんですよ。かっこよく飲んでること自体が口説き、はいはい、それお前やらせろ、ね、明日の晩はどうだというね、それを言っちゃ、ちょっと、まあ、わびさびがなく違う街で、はい、ね、という流れになっちゃうんですけど、それをやっぱりどう訴えるかっていうね、まあ、女性を口説くっていう部分ってね、微妙にこのどういう会話が、谷さんに聞いても分かんないと思いますから。いや、いや、あのね、まあ、女性を口説くどうのこうの、まあ、男だから、はい、いや、男がいて女がいたら、そこにだって口説くとか愛があったりするわけだから、それはそれでいいんでしょうけども、なんていうんですか、やっぱり一流と言われるんだったら、やっぱりそのオーナーがそういう気持ちでいたら、やっぱり自分がそのくらいの責任とかいろんなあったらそうだと思う気がいたら、やっぱりそこに、勤めてる、従業員というか女の子たちもそういう気持ちになれるようなっていうか、店がそういうふうになってないと絶対ダメですよ ね。 そうですね。スポーツ選手のやっぱり一流と言われる人はやっぱりそれなりのものを確保しょっていかなきゃいけないわけですね。ある分でそのいろんなスキャンダラスのことをいろいろ出されたときに、まあ、それはどうなのか分かんないけど、そこもやっぱり一流の中に入ってるだろうと言われるといろんなことになりますよね。今最近もちょっといろいろこうネタで話題になってますけど、いろんなことでやっぱりそこも買わなきゃいけない。そうなった場合、お店側の今日のテーマのお店側というと、オーナーだけではない、この女の子たちもいるから、その子たちにそのかなりのやっぱり意識も持ってもらわなきゃいけない。 その持ってもらうために持たせるオーナーっていうのも、またやっぱり彼女たちがやっぱり奥沢さんって奥沢会長ってこうなれる、何かこっちも頑張らなきゃいけない。先ほど、泉さんがおっしゃった通り、やっぱりなんていうんですかね、謙虚で明るくて、なんかこう謙虚で感謝の気持ちを忘れず、これ日本人の一番いいところですよ、感謝なんていうのは。感謝する気持ちがあったら絶対反射になって帰ってくるからって言うんですけど、明るく素直で感謝の気持ちを忘れずにっていうか、オーナーがそういう気持ちでいれば女の子たちも頑張ってくるだろうし、でも男としては口説きたいよね、ちょっとね、っていうところありますけどね。うん、なんか先生質問ありますか。そうそう、口説きたいんですよ、だから。いや、口説いても悪くないんだから先生。こうテレビ見てる人たちはね、うん、きっとね、こう聞きたいけどなかなか聞けないじゃないですか、うん、一流って敷居高いからね。で、いや、もちろん聞きたいことたくさんありますよ、あの視聴者を代表しましてね、はい、じゃあどういう言葉をかけるのか、試しにここでちょっとドーマンさんと、あのお店の人っていうのをやってみるとかね、例えばね、僕はこう黒服の役やりました。例えばね、ドーマンさんいらっしゃいませ、見たいですよね、いらっしゃいませ。彼女つけましたから、日本見ようですからね、つけました、パス。では代表して谷さんが、いやいや、俺はね、あのね、そういう、あの意外とこうお店行ってもね、俺これついてんじゃんマイクで。俺はね、意外とね、あの口説いたりしたこともないし、やっぱりこう何席についてもらって小楽しんでもらって、いろんな会話をして、また昔とまた奥沢さん違いますよ。昔は女の子たちがこう結構、女の子たちというか話題豊富だったし、今また時代も変わってきてるわけだから、さっき言ったとおり時代の変わりにも対応しなきゃいけないですよね、はい、ですからこちら側からこの会話を持っていくとか、今特に若い人なんか笑いとかああいうの好きだし、笑うか、まあ、笑う角に服着たるじゃないけども、お笑いとか好きだから、そういう柔らかい会話から入っていって、素敵だねとか、この
赤いの、あれさっきのジャケットどうしたのみたいな会話から入ったりね、でもこの赤いのいいワンポイントでいいんじゃない、素敵だねとか、ええっていう、そんな、なんか身近なとこから入ってたりなんかして、はい、はい、人って面白いですね。あの、なんですかね、会う人やっぱりこう隣に座られるけど何でもかんでも会うわけではないし、そこら辺また非常になんかこうなんか会う人がいたりするから、それからでしょうね、だんだん。そして先輩がそんな黙ってるらちょっと困って、やっぱりベテランのやっぱりドーマンさんみたいなお嬢さん、これはもうあまりうまくないからな。でもあの僕も勉強になりましたけど、確かにそうで、あのうちアスリートの選手もいっぱい来るんですね。で一流アスリートと三流アスリートも大きな明確な差があります。もちろんもう全然結果が違うじゃないですか、はい、で何が違うのって言ったら、例えば野球だった場合9回裏ツーアウトで、なんだ、ツーストライクスリーボールでいよいよ最後満塁、これで自分が失敗したら負け、打てば勝つっていう、まさにその時三流選手はやだな俺の番まで回ってこないでほしいなってちょっと前まで思うわけで、でどうしようどうしようどうしよう、もうドキ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 しちゃうってわけですね。一流選手はまさにこの大一番、この舞台に立って幸せだってこう思うっていう、この考え方が違う、これをまあ埋め込んでいくわけなんですけどね。で、それであの飲み屋さんのとかクラブのお話だけ聞いてそうで、確かにまさかの時の対応が一流のお店って全然ピカイチですよね。三流のお店のまさかの時の対応がやっぱダメですね。そういうところでやはりあの対応すごいなと言って、よく皆さんねすごい勉強になりました。お店の方もそうなんだな、志の高さが出るっていうかね、でしょう ね, ね、だって人生まさかの坂ありますからね、はい、前の総理が言ってましたけど、はい、まさかという坂必ずありますから、はい、暗闇坂の横にある、はい、もうね、そこら辺でどう対応できるかってありますよね、ま、そうなんです、うん、でもあのさっきもあのこの後また、長谷川会長が出てくれるんですけども、はい、こういう時出たりなんかしてると緊張しますって言ったんで、こんなとこで緊張っていう言い方をすると本当変な話、ゆるゆるで緊張してませんって、そんなんだったらもうやめた方がいいですね。やっぱ程よい緊張というか、これは絶対なきゃ僕ダメだと思います。どんなゆるゆるだ、どんな小さな ね、あのこんなトークショーだったりこういう番組であってもね、その緊張ということはこうなる、体を硬直させる緊張じゃないんですね、はいはい、程よいなんか心地よい緊張というか、はい、みんなに思いを伝えたい緊張だったり、どんなプロでもそうなんですね、思います。もう本当に美空ひばりさんがステージの前で毎回、あんな小さい頃からね大スターが毎回やっぱりものすごい緊張なさるんですね。僕は絶対そう思います、自分ね長いことやっててやっぱりそうじゃなきゃダメだと思います、まあ個人的に言わせてもらうと、はい、矢沢永ちゃんですか、はい、やっぱり出る前に自分のね、あの等身大の鏡の矢沢よろしくって自分でやるような感じで出ていくっていう、みんなその緊張感をどっかで、まあ自分の方法がいろいろあるんでしょうね、はいはいはい、なんか それで最後の大事な場面にずっとバーンと打つのが一流でしょ、はいはいはい、うん、なんかそういう緊張を楽しむって言い方おかしいけども、緊張をいい力に変えていく、これも一流だと思いますけど、はい、ね、今日ねいっぱいお花もらったんですけど、今突然思い出したんだけど、はい、この中に明日が誕生日の人いるんですよ、ん、出しましょうか声、あの桃花さん確かね、ね、誕生日なんですよ、明日、明日、明後日か27日、28日ね、じゃ あのみんなでお祝い、あの拍手でも、はいはい、あの銀座で、はい、あのグルでナンバーワンですから、はい、銀座であのトップの人ですよね、やっぱりそれだけ頑張って、案内状が来てましたので、はい、あのみんな行くと思いますこの辺はちょっとあの男性としてやっぱ見習った方がいいですね、なんかね、ちょっとね、やっぱ女の子やっぱり嫌な気はしないでしょ、やっぱりね、よし俺も覚えておこう、女の子誕生日いっぱい書いておこう、ね、全国放送ですから ね、 ね、あ、じゃあみんな水曜日テレビ見た人がみんなね来てくれたら嬉しいですね、うん、そうそう、ね、そう、ちゃんと映しましたか、はい、美人なんだから、うん、ね、あの今日はほら全部美人の失敗来てるからね、もう映しようがないなと思って、はい、みんなほらカメラマンがうろうろしてますから、はい、これね、じゃあグレに行って桃子さん、桃香さんいますかと水曜日言えばいいわけですね、ですね、はい、はい、うん、素敵な、素敵な花でも抱えていくとかね、抱えていくと、はい、あのね、あの必ずアルマンドボリナック入れてくださいね、はい、そう、あの美味しいシャンパンですね、あの美味しいシャンパンね、はいはい、あれは当然ですよね、ありがとうございます、口当たりはいいですよね、はい、ねえ、やっぱあのシャンパンからちょっと、ね、まあ、値段高いです、アルマンドはね、やはりね、やっぱりキャティアが一番手頃でいいんじゃないでしょうか、そうですね、キャティア、ジョセフ・ペリエ、ミニペルダイアラね、やっぱいきなりアルマンドはね、うん、
それはドカンと言いますから、まだでも28日だったらそれ行かなきゃいけないかもしれないですね。大岡ちゃんのためならね、当然ですね、はい、今日ねこの番組のことが、はい、なんか雑誌新聞とか出てるから、はい、おそらくなんか結構見てる人多いから、うん、飛び入りで参加の人いるかもしれないですよ、うん、お誕生日会ファンクラブができちゃったりして、うん、アルマンドって500万ぐらいするんですか。いやそんなしないですすいません先生、じゃあ大丈夫先生、そんなボケてどうするCM に行きますから、はい、はい、こちらが今回使用する新しいキットになります。素晴らしいですね。あれ社長じゃない。あ社長おお社長じゃないですか。すいません何してるんですか今ね、はい、大事な商談中だから。すいませんバーテンさん、グラスシャンパンでもあげてください。あっちで行って飲んどいて。はい、どうも、いいですね。ということで、はい、一流について話したんですけど、新たに長谷川会長、プログレスの会長ですね、はい、それと浅野弁護士、それこそ、東大法学部出身 の若手弁護士ですので、今プログレスの顧問弁護士もやっておりまして、はい、ちょっと一流のことについて、はい、浅野先生の考えちょっと聞かせてください。はい、ご紹介に預かりました、弁護士の浅野と申します。株式会社プログレス様の方で、顧問契約させていただいております。私はですね、弁護士という職業をやっておりまして、専門職ということでですね、一流、
という言葉には非常に敏感で、将来的にはですねそういう、評価をいただけるように、今、研鑽している真っ最中でございますけれども、やはりですね、現在、弁護士というのは、非常に増えておりまして、なかなかですねその昔のように、昔の先生であればですね先生先生と呼ばれて、気取ってですね、偉そうにしているのが弁護士だという、イメージでおられる方もやはり、多いとは思うんですけれども、私はやはりですね、皆様も、おっしゃっていた通りですね、お客様のためになるような、弁護士になりたいと。で、ここまでですね弁護士が増えてきた中で、私も、まだまだ若くて未熟ですので、できる限りですねお客様に、ご要望があれば迅速にですね対応させていただくように、常にですね、携帯でも、メールでもですねご相談はさせていただけるように、気を配っているというのがですね私の今の、一番、気をつけていることでございます。私の方からは、以上でございます。ありがとうございます。で会長が今出てるんですけど、はい、会長の場合はその、探偵会社の他にもいっぱいお仕事されてるんですけど、どうしてもこのファッションの方にね皆さん目に行きますよね、はい、だから彼はもうやっぱり一流の弁護士さんじゃないですか、東大法学部 これで長谷川会長の場合は、はい、ファッションはもう超一流の商品しか着てないんです。いつもあったとこからなんですよ。これはちょっと特質ものですよね、はい、ここまでこだわり持った人ってなかなかいないから。ただ洋服がですね一流の服ではございますけども、着てる中身の私はそうまだまだ全然一流ではございませんので、なんとかこう一流に見えるように一応努力はしておりますけども、はい、だから洋服も、ブランドでやっぱりそれこそトップブランドかな、普通のねファクトリーブランドみたいないろんなのがありますけれどね、やっぱりこだわりを持つと洋服ってやっぱりなんかブランドのちゃんとしたブランド着なきゃいけないみたいな、そういうの僕ほらブティックもやってましたけど、やっぱりそういうものってあるじゃないですか。その洋服のいわゆる一流っていうのはどこでこう判断されますかね、会長は。一流ですか、自分に合うやつですかね、それともやっぱり色目とか。私はこう一流のブランドだからっていうことではなく、いかに自分のこの人生のテーマに合わせるかなんですよ。はい、ということは会長、テーマは人生テーマ。私はこう人生というのはこう、ちょっとおこがましいようですけども舞台だと思ってます。長谷川京介というものを演じて自分の人生を歩んでいく、そのためにはこう、あらゆるこうシチュエーションありますけども、そこに合ったこう服装でを選んでるんですけども、その中でこうエトルさんの洋服がですね、一番自分にしっくりくるのと、あとは自分のこの人生のテーマに一番こう近いというか、ぴったりはまってるんではないかと自分では思ってます、はい、いやそういうこだわりありますよ、やっぱりちゃんと ね、もう本当に、ね、2日に1回とかに行くし、ね、そうなんですよ。いやいやもう伸びてきたらあれするしっていう、やっぱここまでこだわり持ってあれしてる人っていうのは高倉健さんぐらいかなと思いました。高倉健さん毎日床屋さん行ってましたからね。その佐藤さんって方、個人名出したりなんですけど、その方のところで毎日行って、でそこでいろんな情報を仕入れたりいろんなこともあるでしょうけども、最後はそこは事務所みたいにもなってましたよ。やっぱりそのぐらいなんかねやってられましたね。それで ただ山の中のロケなのに40日ぐらいの、40日もないか30日が網走番外地というロケなんですけども、我々一人前の衣装ですよ。長谷川会長みたいに言ったらちょっと失礼かもしれない、これもジャージになんとかジーパンぐらいで、高倉健さんはこのトランクケースを4ケースぐらい持ってきますからね、朝昼晩着替えて、朝昼晩着は誰に見せるんですかっていうことがあるんですけど、でもなんかその自分のすごいこだわりがあって、それもまた一流と言われる人の、さっきこだわりってまた違う言葉って言いましたけど、違う意味のねなんかあるんでしょうね。やっぱ演じてるんでしょう、何かをですね、はい、そうですね、はい、最近 UFO 見たってもね、ちょっとどうしようね。矢吠さん思わず呼ぼうかなと、日テレかと思って3回見てます、ね、35回、はい、35回の高さから ご自宅で、その時は池袋の方で25回、25回、はい、から池袋サンシャインの上空ですね、最初サンシャインの建物のちょうど真ん中よりちょっと下からですね、すごいなんか綺麗な発光体が見えまして、何なんだろうと、なんかこう建物のなんかライトかなんかかなと思ったんですけど、ちょっと興味深く見てましたら、どん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 こう動いていくんですね。
で3時間ちょっとかけてずっとあの iPhone で撮り続けて、すごい撮って見せられました動画で、はい、3時間です。そうですか。で10それが17日の早朝で、その後ちょっと日にち忘れましたけど3日ぐらい前だと思いますが、で今朝方また3時間ほど追って同じような、ま、はい、同じような全部写メで撮ってあります。撮ってありましたよ。ですから、どうですか、どうですか、今度あの後半何巻で、今度3回目か4回目ぐらい後半、ちょっとあの八尾さんでも呼んで、UFO のね、ちょっとそれの、ええ、いやー、なんかそういうのあるね、なんか。あるんですね、やっぱり。見た人はそう思いますよ。あの、はい、やっぱり、いた、あの、ですよね。もちろん最初否定してますから、頭の中で。ヘリコプターかな、飛行機かな、あとはなんかこう、建物の中からこう、ライトを当ててるとか、いろんなこと考えて、衛星かな、うん、何なんだろうって考えていたんですけど、やっぱり肉眼ではすごくはっきり発光して見えるんですよ。で微妙にずっと見てるとこう形が少しこう微妙に変わってるんですよね。色も若干オレンジ黄色っていう形をあるので、これは間違いないだろうと思いまして、自分では本物を見たと思ってます。これまたあの別口でちょっとやりますね。別のあの銀座湾の中で別口の特集の時ね、はい、えその時私がちょっと司会をしながら、ね、はい、あの八尾さん呼んだり ねやるかもしれませんが、またこれ別枠でちょっと、はい、分かりました。いやだけどね、 UFO の話をね、はい、あの現場でほらあの監督とか、はい、あの箱根の山の中に行ってね、はい、目の前にうわーって来て、これで写真撮ろうとかそういう気になんないらしいですよ。もう恐怖でそのバーンと出てきたらね、エボなんかもう近くに出てきたらもうそれを見た人いるんですか。いるんですよ。その人がいつも言ってますけど、いざ出てきたらもうカメラとかいっぱい持ってるから映そうかとか、そんな気にならないんですって。もうトンネルの中に隠れたらしいですよ、すぐ。もうそのぐらいやっぱりもうすごい恐怖みたいな、なんかもうそういうふうになっちゃう、圧倒されちゃう、圧倒されちゃうんだよね。拉致されて連れて行かれちゃいけないと思うんですよね。 やっぱりそういうそういうのも今ほらね、多いじゃないですか、そういうなんかそんなようなことがあるから、まあだけど、うん、面白いですね。今度ちょっと討論会やりましょう、ね、まだ、ね、別口でやりますじゃあそれ置いといて、またあの1位ね、アメリカ人はね何人に1人ね、そうあのチップはめ込まれてるとか言ってね、なんかそんなあまりこうやって言うとさ、あのブラックマンが僕らをさらいに来るかもしれないからね、メインブラックが見える方とあるんでしょうね、はい、分かる方と、そうでしょうね、例えば全然目に入らない方もあるかも分かりませんもんね。それいろんなことで言いますよね。やっぱりあの信じる人はっていうありますよね。そんなっていう人にはあの出てこないとかも言いますね。やっぱりそうですよね。なんかその先祖のいろんなことなんかでもそうですよね。自分がやっぱりそう思ってたりするとなんか思いが伝わって出てきたりとか、多分 UFO はねまだ見たことないんでね、でもさっきの 見せられてへーとは思いましたね。確かにあるんだなと思って、だからあのなんかああいう記事こう時々出ると、はい、なんか知らないけどいつの間にか消滅してるんですよね。いつの間にか、話題になりそうじゃないですか、うん、だけどその話題にならないんですよね、うん、もうなんでだろうっていつも思ってたけど、なんか、うん、いや逆に言うと裏を返せばリアルにあるからそうにしようとか、それもありますよね。さっきのおっしゃってた通り、ね、大変なあれを通したい時には違うネタを騒がしておいて裏から通すという、これはあの政治的手法もいろいろあるみたいですけども、だからそんなこともあったりするんじゃないんでしょうか ね。これまた別枠でやりましょうか、なんかね。そうですね。また違う時にまた。別枠にいたします、ね。今日はちょっと一流でね。一流で、はい。そうですね。はい。先生なんかあの今一流のことでございますが、はい、あのまあ、あの歴史的背景というものがありますよね。今原点のことを今おっしゃってました、はい、ね。銀座の今のお店はこうでございます。ですけど。私ども人間として、まあ、生まれさせていただいたのは太古の昔から続いておりますね。それはお国々によってあの、ね、存在はいつこの国ができたんでしょうっていうそういうのは違いますけれども、まあ、たまたま私どもはあの芸事ごとうちはまあ狂言でございますけどね、伝統文化と言われてそれをずっと続けておりますけども、誰が一流で誰が一流じゃないとかっていうのはあの決めがたきあるいは何かで決めなきゃいけないテーマがあって、一つのその芸事を幾人かが演じられてこれが良かった、お歌でも一緒ですよ。
その歌あるいはその小歌でも羽歌でも新内でも何でもそうです。ですけど一つのテーマを決めてその中で の, あのどう言ったらいいんですかね、一流、そういう こう決め方は できますけれども、全体に今日にまで持ってくる、うちですと576年続いておりますね。でそうするとそこの中に流れてきてる一流という心、一流というその技術、一流という何々ってこうあるんですね。ですから基本的に楷書のものを徹底的に覚えて、1歳半から3歳で初舞台踏んで、定年はございませんから死ぬまでそれを追求する、それがいわゆる芸術の中の基本の楷書を覚えさせていただいた後ね、じゃあその技術だけができればいいのかと、そうではなくて、ちゃんと約束事のように心意伝承というのがあるんですね。これは心を要するに伝えることができるという、その位へ行くのはみんなおのおの千差万別です。それを努力してその心をつかむか、千遍演じた時に千遍目に分かるのか、あるいは百回演じて百回目にその心意伝承がものをこう自分とその中に流れている心が一体化する。ですからそういうことでございますから、どうしてもあの一番元にありますのは、うちですと佐々木学楽研というですね書生さんがおいでになって、そしてそれをずっと続けてきて、今20代になるためには書生の方がいわゆるあるウルトラマンの中に入った方、じゃあ次の2代目さん3代目さん、今20代目が入りますけどね、入ってますけれども、ですからそこにどれだけウルトラマンが変わっても中に流れる心と、それからそこで教え込まれてきた芸事というのは変わらないんですよ。そんなことはないでしょとおっしゃるでしょうけど、そうではないんですね。ちゃんと伝えられなきゃいけないものはきっちりと基本姿勢があって基本を学びます。これはちゃんと約束事がありますから、それプラス心意伝承っていうのを、心意伝承が分かるまでは自分が追求するよりないんですよね。師匠から解いていただいたから自分は分かったとか、そういうものではないんです。ですからご覧になっていただくお客様もやっぱり自分がその曲について分かるまで見続けようと思われる方と、あの曲はいいんだ、さらりと流していただいてもとか、それはもう千差万別、お客様のお気持ちです。だから先ほどお店の方でもおっしゃってるように、ですから代々続いていくオーナーさんがどういうふうに基本姿勢を持って、それをお店の中のどのように溶かす、ね、それをどのようにして表現して、それにプラスお店の持つ心、皆さんが持たれる心、まあ反発心も出ることもあるでしょう長い間には。でもそういうものが全部一体化したときに、その上品あるいは一流、そういうものが生まれるんだと思うんです。ですから一流は作るものではなくて育ってくるものであると思うんですよね。だから一流ですよっていう、どれだけ飾り立ててもそれはただの飾りだけれども、そこの中で本当に小さな点が大きく大きく大きくなって育たれて、それを見る皆様もそのようになられて一流っていうのは、今先ほどもおっしゃってました、一流は自分から決めるものではないと言われるように、やはり意思、そういうことだと思うんですね。ですから今私どもは伝統文化でやらせていただいてますけど、伝統の中には伝承しつつ伝統を続けるものと、それから民族が持ついわゆるわらんじを作るとか、あるいは例えばお祭りですと山が出てきて、そこでやっぱりこう踊られるお人形さんも一緒に伝わってくるとか、あるいはその中で今昔も踊られたけれども実際のお人がその中で踊られるとか、
これ全部いろんな意味の伝統なんですけども、伝統にも2つあって、その伝承しつつ伝統されるのと、自然にそのまま社会の中で伝統を続けて見えているという、これがあると思うんですね。ですからその今一流っていうのは、一つのテーマを決め込んだ時に一流のあれがつく、わざ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 つける、そういうあの事実ありますもんね。そういうどういったらいいんですか、品評会みたいなのもねありますものね。ですからそうではなくって、本当の本当の一流っていうのはこうやっぱり自然に年月かけて育ってくるものだと思うんでございます。ですから我々も一緒です。小さなその人の一生の人生かけて一流というのがあるわけでございますので、ね、さっき言った通りやっぱりあれじゃないですか、やっぱりその、はい、さっき自然体とか言ってた通り、はい、やっぱオーナーさんもそうだし、はい、そうすると、まあ、雇われている従業員の人たちも本当にオーナーさんが心からと思ったら、従業員の人も本当に心からという、それが形じゃなくて自然体にできていったら、それは人が認めて一流になっていくのかもしれない。共鳴し合いますからね。そうですね、そういうことかもしれませんね。そうだと思いますね。だからで育っていくと、うん、そうですね。だから育っていただかなきゃいけないまでのこの階段はありますから、その階段のうちはやっぱりオーナーさんでもあり、あるいはご自分たちがお勉強される、その本から勉強されるか、あるいはそうじゃなくっていろんなもののお習い事がありますから、そのお習い事を少しでも自分が足を運んで、一つのお茶作業にしてもそうですよ、お流儀の中のことでもそうです。だからそういうのを自分が努力して少しでも社会に存続してる、そういう文化のようなものも自分の身につけられて、それが自然に皆さんの前へそういう行動ですかね、わざわざ見せつけるのではなくて、自然にそういうことがいく、例えば お茶の世界でもそうです。一つのお夏目を持つにしても、お茶杓を持つにしても、それやっぱりその持ち方がありますから、そうするとそのお茶杓の持ち方が、あるいはお夏目の蓋の開け方が、それがいわゆるお店の中で自分が鍛えられて、それを自然にそういうお道具の中に出てくるとか、そういうものだと思うんですよね。どうもさん、どうなんですか、やっぱりそれをなんかやらされてるとかなんかじゃなくて、やっぱりそこを目指していくなんかそう向上心じゃないか、自分がそうに思っていけばね、思いはやっぱりそこへ行けると思うんですね、はい、ですよね。オーナーさんもそうやって思って押し付けるんじゃなくて、雇われてる側もやっぱりそうなっていこうっていう、ね、各個人が、うん、やっぱり私も役に立っていくんだという意識、うん、私も入っていくんだという意識ね、これがものすごく大事ですよね。そうするとそこじゃ辛くないですよね、やっぱりそこに私今、はい、私ここ行きたいという、そうなんです、やっぱり行くべきだ、はい、行こうよという、はい、ですもんね、はい、で行かされてるじゃあれなんだけども、ですよね。いい風がパーッと吹いてきても、うん、なんか木枯らしに感じちゃうみたいな、うん、そうですね。僕はよく見てみたら、うん、すごい爽やかなね、気持ちのいい風だったりする。それで僕らでもよく言うんですけどね、いいやっぱりフォローウィンドっていうのはおかしいけど、いい風が来てる時、はい、それに乗っていかなきゃダメだと、本当にアゲンストの風が来たらなかなかいけないですよ。評判が悪い時にね、こんな来てる時にね、逆でいやそれは頑張りがそこ出るかも、そうじゃない、いい風が吹いてる時はどんどんそれに乗ってって、それなぜか素直な気持ちがあれば絶対乗っていけるし、そうなんです、ね、普段の行いがやっぱりいい風になるんですよね、うん、と思うんですね。こんな悪い男すいません、ちょっとあんまり参考にならない悪いのを見てれば参考になると思いますね。一応これが悪い例で、はい、と思いますけどね。心がけを良くして一生懸命、はいと思いますけども、ね、切磋琢磨してれば必ず、うんうん、死後のような言葉だけど本当に一生懸命っていうのは本当にいいことだと思いますけどね。はい、なんかすごいいい話、司会者がおとなしくなって、ね、そう、はい、シュンとなっちゃって長谷川さんなんかないですからね、もう出尽くしてますよね。そうですか、もう一流というのは、はい、うん、まあ私が一流と言いますのは、まあ、もちろん、自分がこう一流だとか俺はこれだけやったとかそういうことではなく、やはり周りの方、支えてくれる方が決めることだと思いますので、ですから何がこう一流かという定義というのは非常に難しいものだと思うんですね。ですからじゃあ一流とは何かといったら、正直自分の中でまだ分からない、答えが出てこない部分ですけども、やはりこう自分が生きていく中で周りの方、支えられている方々にいかにこう認めてもらって支えていただけるかがやっぱりこう一流なのかなと今お話も聞いてて感じました、はい、僕ラジオでね、ええ、ラジオでねレディーガガの肉ドレスを作ったというね、はいはいはい、イタリア人と、日本の、うんハーフの方、うん、お名前パッと今ちょっとうっかりしましたけど、はい、やはりね寝ててもねパッとひらめく、
そしたらすぐにメモを取るんです。で妥協をしない、まあいいんじゃないかとか、まあまあでいいやって、やっぱりどんな業種でもそうなんですね。ある大きなパーティーでやっぱりトップクラスの各業界のねトップクラスの人がみんな集まった時、やっぱり意識はやっぱりまあまあのところにいないんですよね。やっぱり常にその極めてるというかね、常に向上心というか、そんな話を聞いてね、ああなるほど、僕はよく言われるんです。もう神経質だからもううるさくて、男にうるさくて誰も従業員についていかないと。あの朝までうんぬんの話はあれは冗談ですけど、そのやはり銀座ではあの男の子たちが今もうほとんど僕の元でいてくれた人が社長にオーナーになってるんですけど、はい、もう10代の頃から、一緒に仕事をしてきて、もうあの人は軍隊だと、夜中立ってもう1時間でも2時間でもお説教するという。僕はじゃあ君たち今それができるのって言ったら、いや社長もっとやってます。やっぱりそういうね気持ちは嬉しいっていうか、なるほど。やっぱり一流のお客様を接待する街で、はい、やはりそのおちゃらけて接客なんかしてるわけにいかないんですね。まあ意識的にジョークを言って場をやらげるのはいいんですけど、ジョークを言ってるならいいけど本当にだらしなくなっちゃうと、さっき話したと同じで、やっぱり全ての緩みが全てに出ちゃうというね、あの家でも土台一つネジ一つで全てが緩んでくるということになるんだと思うんですね。だからそういう点ではやはりあの銀座の男性スタッフ黒服たちもやっぱり自分自身の意識を磨く、意識を磨くってじゃあどういうふうに磨くのかという、まあ、それは雑誌を読む、本を読む、そうですね、いろんな人の話も聞くこともそうだしね、はい、文化も美術も音楽も全てなんでしょうけど、はい、芸術がだから結局100円のグラスで全部お茶も、うん、コーヒーも全部飲めちゃったら、もうここに芸術も文化も何もないわけですそうですね。やっぱりじゃあ絵飾ったってみんな写真撮った絵だったら何十億何百億の絵はいらないわけで ね、 そうですね。結局音楽にしてもそうだと思うんですけど、そこ、ね、まあ、から来るんじゃないかと思いますよね。やっぱりネジ一本から緩んでいくじゃないけど、やっぱり経営者が頑張って、それで女性たちに投影して、やっぱりさっき先生が言った生まれ出てくるその信頼関係でお客様も安心して飲めるクラブができると。またクラブに戻っちゃうんですか、僕はどうしてもクラブに戻すか。いやいや、はい、何かが そういうなんか付加価値っていうのはおかしいけど、何かがあるから皆さんもいらっしゃると思うんですね、はい、意識からですね。そうですね、 そうですね、はい、それはもうあのお客さんに意識を植え付けるんじゃなくて、はい、オーナー、そしてまたあの従業員の方というか価値から まず意識していかないと。そうですね、そうです、自然に意識が植えられていけばそうなりますもんね。まさに、自然に、まさにそうですね、そうですね。みんなが働いてるみんなが、うん、まあいいやと思ったら、まあ、本当にもう銀座っていうのは日本全国に850何軒あるらしいんですよ、商店街が。 ありますよ、ね、部長にもね860いくつあるらしいです。その中の本当の銀座って銀座だけだから、その中の中心にいるという自覚を持ってやったら、自分自身がもっともっと勉強できて自分を高めていけるというね、やっぱり自分にこう自負がなきゃいけない、うん、間違いないですね。芸能なんかでもそうだと思う。おっしゃる通りだと思います。初めて出てきた人が会って、最初会った時にはまあまあでも、だん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 売れてくると自信がついて、銀座の女性はまず最初にお金の余裕、精神的な余裕、あと自信、まあやっぱりこの3つがね女性をきれいに磨くんですけど、自信も天狗になっちゃったらもうそれがそうなんですよ。あのもうすぐ分かっちゃいますから。自信っていうとみんなあの、はい、自信過剰と勘違いするんですよ。自信過剰と俺が私が、これはダメなんです。自信というのは自分を信じるっていうのが自信なんですよね。私だってこれだから頑張ろう、だからさっき奥さんおっしゃったいろんなことを勉強しよう、音楽もそう、新聞も読もう、テレビも見てみよう、はい、今どんなこと起きてるのかな、それは一応知っとこう、はい、で自分を磨いていけば、自然に心を磨いていけば、私自信あるわとい う自分を信じてる自信という、ね、どんどん、ね、自分が磨かれていくのは、ね、うん、と思いますけど、ね、あの動じない気持ちね、うん、こうやって逃げてちゃダメの、自分が役に立ってるっていうこういう自負がものすごく大きな、将来の自分の大きな人生にもすごく加担して大きく影響してくる。そうですね、今日を大事に、一日一日ね大事にしていって、はい、そうですね、なんかないですよね。そうですね、
あの私も、奥澤会長の、おっしゃったようなですね、時間を使うという意味では、まだまだですね経験という意味では弁護士として、年長者の方々には、まだまだ及ばない部分があるという中で、一日一日ですね、お願いされた、案件について、どれだけその自分の時間をですね使えるかが勝負だと思っていますので、一度お願いされたらそのことについてはですね、常に、頭の中にあって、他のですね、より経験の、上の年長者の方々よりは絶対に、負けないぞというぐらいにその案件に時間を使っていくというのがですね、努力としては、やっていかなきゃいけないのかなというふうには思っています。基本的にね、はい、やっぱり日本の最高学部の東大の法学部でて、はい、本当にこのおそらく小中学校からおそらく成績ずっと1番か2番だったはずだけど、はい、あの学校終わってからすぐ弁護士になるじゃない、はい、でも自分の中にそういうエリート意識ってのあるよ、やっぱり弁護士の中でも。エリート意識はないですね、うん、あのやはりその周りの方々を見てきていて、やはりそのいろいろとできる方たくさんいますので、うん、自分がエリートだという意識はないですね。ただ、先ほどですね、谷さんもおっしゃった通り、自分を信じるという意味では、やはりですねその使った時間というのは裏切らないものですから、自分がその案件に対してですね、たくさん時間を使って、やったことについては、自信を持ってサービスを提供できるというふうには考えています。素晴らしいですね。野村さん、はい、せっかくですから、はい、ちょっと柔らかく女性にね、ええ、どうやって口説いてほしいか、それいきましょう。どういうふうに口説いてもらったら あの人のこの口説きが楽しかった、嬉しかった、心よかった、はい、それを聞いてみたい、はい、今日はその後ろの方は男性陣がいるからちょっと参考にした方がいいかもしれない。どういうふうに口説くか、どういうふうに口説くか、一旦コマーシャル入れますか、うん、一旦コマーシャル入れて、はい、そう、はい、ね、あんまあのまあ、あのちょっとね、ちょっと柔らかい雰囲気、はい、先生ごめんなさいね、はい、柔らかい雰囲気でね、さっきもあの黒田先生がね、あの銀座で女性を口説いていいか口説いちゃ悪いかの話で、でもじゃあ女性からしたらどういうふうに口説いてもらいたいかというね、うん、ああそれちょっとね、どういうふうに口説いて口説かれたのが印象に残っているとか、これをちょっと、はい、じゃあ CM の後ですか、はい、はい、CM の後ね、じゃあ今日、はい、
ちらが調査報告書になります。こちらが今回使用する新しいキットになります。素晴らしいですね。あれ社長じゃない？あら社長。おお社長じゃないですか。すいません何してるんですか今ね、はい、大事な商談中だから。すいませんバーテンさん、グラスシャンパンでもあげてください。あっちで行って飲んどいて。それでは女性陣に、どうやって口説いてもらいたいかということを、どういう口説き方、口説かれ方が良かったとか、口説かれた時に良かったとか、あこの口説きが一流なんだなと思ったとかね、あれはなんか、ね、こういう口説き方は楽しかったとか、おしゃれな口説き方ってこんな風に言ってもらったことがあるとか、あんまりあの口説きはひどかったもう良ければアドリブの中でね、ね、じゃあ前列の右から、はい、じゃあそっちマイクを、はいはい、お願いします、はい、経験談から、はい、心がこもっていて、こう行動と言葉が伴っている、繊維のある口説きが嬉しかったですね、はい、そういう例えば例えば一生話さないいや言葉だけじゃなくてこう行動なるほどねで示してくれると、こう気持ちがちゃんと伝わるので嬉しかったですね。それが何よりもそうですね。でも真心ってどう表したら真心なんだろう。花束持っていくとか時計買っていくとか、やっぱりそういうのもあるんですか。指輪買っていくとかね、心を真心さやっぱり花束とかやっぱり何か持っていかない、ね、もあるんですか。誠実、ええ、どんな行動がこう嬉しかったりしました。そうですね、会ってすぐに口説かれるってよりも何度もこう会いに来てもらって、それでこう気持ちがやっぱり伝わるので嬉しかったです。はい、そうか、一回行ってももういただいちゃおうみたいな、ね、ずっとささやく、あささやきは常に続けなきゃいけない。なるほど。大丈夫先生、手握らないから。ももかさん。参考にはならないと思うんですけど、はい、あんまり口説かれたことはないんじゃないかなと思ってるんですけど、気づいてないことが多いかもしれないんですけれど、でも綺麗になったねって最近綺麗になったねって言われるのが一番嬉しいかなって。それがあこう社交辞令じゃないなって思うときは嬉しいです。コロッと嬉しい、本当に嬉しいなって思います。先生はどうですか、例えばカウンセリングやるときはさ、こういう感じで女の子が来るとするじゃないですか、はい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 、私モテないんですとか言って、はいはい、そういうときはどういうお答えなんですかね。まず私モテないんですって言ったときに、こう見た感じ持ってないか持ってるか分かりますよね。まずねこの人ダメだないいなって分かりますね。雰囲気、顔、仕草、それから言葉遣いで、端的にどこが一番悪いか意外ともう直接はっきり言いますね。あそこはありま、例えば顔もう全体的にいかにもモテなそうな方なんかまず来た場合は最初に言うのはね、後ろ姿美人になってくださいって言うんです。でよく顔は親の責任とかいう人いらっしゃるけど、後ろ姿美人かどうかは自分の責任でやっていけるでしょう。で外見だけじゃないですよ、もちろん仕草、言葉遣い、その他それから行動について、で心理学って意外と行動についてはっきりとすごい細かくできているの であとビジネス上どうしたらいいかっていうことはっきりしてるので、相当細かくうちに来るとこうするといいですよっていうことを、女性の方ですよね、あれ女性の方で、男性の方でモテないんですけどって来た時もはっきりと言いますね。もうね、
あのその方の年齢とか結婚したいのかどうなのか、それからあのよく言うのはあの今の年収とかいろいろとね、そしたら収入をまず上げませんかってね、あんまり安いとね、うん、で俺が養ってやるよっていうぐらいの収入はあるのかないのか、なかったらどういう仕事に就いたらそうなるのかっていうところからやっていって、うん、まあちょっと面白くないかもしれませんが、それから服装も徹底してやりますし、髪型もあの徹底して言いますね。例えば秋葉系が悪いわけじゃないけど、やはり秋葉系の男の子が来て、ねえなんとかちゃんお茶行こうよ、ちょっともなかなかうまくいかないけど、やっぱりどっちかというとジャニーズ系の男の子がお茶行くぞって言うとキュッてついていくっていう女性心理もあるじゃないですか。ですからまずは髪型をジャニーズ系にしましょうとで、ね、うん、で美容院までね紹介するのね、うん、で服装もこうだから今度こういう格好してください、もっとお腹引き締めてくださいと、で来月までと相当細かくポイント絞ります。あ、僕はあのスポーツの方も金メダリストたくさん出させてもらってるので、オリンピックもですので、あのそういうところもしっかりとやらさせてもらっていて、なのであの皆さんの銀座の方々の女性陣の声、そう直なお声が大変参考になりますよね。で、あの、あの桃香さんは何だ、モテすぎちゃってもうみんなから口説かれてるのがもう分かんなくなっちゃったと思っちゃいましたね。ああね、今思ったでしょ。だから分かんなくなっちゃってあんまりね。はい。彼女。はい。あ、すいません。ですね、はい、私の場合は口説かれるというよりも、うん、あの失敗したことに対して怒らずに優しくフォローしてくださるお客様にちょっと胸キュンな感じでした。はい、そうか、そう、そこで何か失敗したりなんかしてお前らとこう言わないで、そうですね、優しくさらっと大丈夫だよって言ってくれる、気にするないこう言ってんだけどな大丈夫だよって言ってくれる全然そうか、そういうのもやっぱり女性の心はやっぱり打つんですね。そうですね、あ、失敗してお前ダメだってこれダメなんだ、はい、あ、そうかそうか、ちょっと今日勉強させていただきましたね。こちらグラスパッとこぼ、はい、こぼれちゃったら、うん、こぼされたズボンが幸せだとか、うん、こんな感じなんですかね、うん、ちょっと冷たくなって欲しかったとかね、ええ、お熱いのこぼされた、いやちょっと熱いの欲しかった、ね、欲しかった、さすがですね、ぐっと燃えたかったんだって、ちょっと燃えたくて、なんかさっきは膝が冷えてたからちょっと燃えたくなってって、何してんだお前私もあんまり口説かれた経験がないんですけども、はい、やっぱり会話の中で私が、うん、あの出した言葉でしたり、こういうものが好きだっていうのをちゃんと覚えててくださって、うん、ふとした瞬間にそういえばこれ好きだったよねとか、そういうなんかちょっとちょっとのあのことを覚えてくださると、あ、すごい私のことを思ってくださってるんだなっていうのが分かって、そこでなんか胸キュンになります。先生、やっぱりちょっと小さいところにスポッといくのはいいみたいなんですね。そうね、スポッとするよりもあのモテる人ね、ものすごい詳細に手帳にメモしてる、この人何が好きとか、すんごいモテる男、ものすごい詳細。はい、谷さんの手帳なんかどうですか。もうほとんど真っ黒に書いてますよそんなわけないもう家庭がありますんで、本当すみません、本当申し訳ないです。どうぞ。そうですね、私は口説かれるっていうよりは、その日一緒にお話ししている方の生き方とか考え方がすごくかっこいいなっていう時が一番なんかすごい胸キュンですね。やっぱり先ほどおっしゃっていたあの一流のお話じゃないですけれども、何かに向かってすごく頑張っていらっしゃったりとか、自分を磨いていらっしゃる姿とか、あと考え方っていうのが、あ、なんかかっこいいなって思った時が一番、はい、やっぱり女としてなんかついていきたいなって思っちゃいます。素晴らしいですね、はい、心理学的にどういうのがいいかって男性の方々みんなやってもらって、よく言われてるのはこう頷きって言われてますよね。有名な話では言葉による伝達っていうのは大変に少なくって、それよりも言葉のそのトーンの方が全然ウエイトが大きいんですよね。で、うん、さらに、まあ、マレビアの研究ですけども、さらにその言葉のトーンよりもさらに顔の筋肉の動かし方、だからありがとうっていう時もこう顔がニコニコってしてるかどうか
そういう顔の筋肉というふうには言われています。それからよくある同調行動でこう鏡のように同じような行動を全部取るとついついあの好きになっていくっていうことがあるし、あと最近言われているのがあのゆるキャラなんかですごい有名だけど、あのなんでだろうなんでだろうなんでだろうって疑問を持たして、そしてそれはこうだからって分かると相手を理解したことになって、まあ好きになるっていうことがこう言われていて、あのいわゆるゆるキャラってみんななんであんなにゆるキャラが人気あるかっていうわけなんですけど、いうところがありますよね。例えば今日はなんであの谷さんはピンクのジャケットどうして着てんのかしら、なんでだろう今日は桜じゃない、なんでだろう、いや実はカクカクしかじかだから今日はピンク着てきたんですよとか言ったりすると、なんか一歩近づいた気がして、あ谷さんのこと私好きみたいにこうなっていくっていうのが、そういう心理をうまく使うんですね。で意外と最後の方の心配で、あの詐欺師に注意してくださいね、詐欺師はねそうやってねこういうふうにやったらかっこいいっていうの分かっててタッタッタッてやるから、あの詐欺師はそのパターン多いに使っちゃうので、あのもう少しあの本当の純情な方はそれあんまりやらなかったりするかな。詐欺師山ほどいますからね、気をつけない、ね、先生の本当に聞いた方がいいですよやっぱりねそうね、それありますよね。でも俺ねこの商売長くやってるから思うのは、やっぱり目は口ほどに物を言いって言いましてね、やっぱり口は先生さっき言った心の窓っていうか、あれがある、さっきやっぱりありがとうっていう時にはやっぱりここが口角が動いたりすると非常になんか伝わっていくのかなとか思ったりしますよね。だってどうしたの今日寂しそうな顔してるなって言うと、やっぱり顔に出るじゃないですか。はい、出ます出ます、ね、だからそこら辺をもう少しこうなんですか、うん、そこら辺にもこうしていくと相手にも伝わったり、どうですか先生。はい、そうですそうです、伝わっていきますね、うん、だからやっぱ顔は本当顔の筋肉いつも練習をしとくといいですよ ね顔の筋、表情筋を動かす練習をこうしとくと、はい、いいかなと思いますね。やっぱ女性はねあのいいですよね、笑顔一つでねこう男の心をグッとこう引くことできますからね。いいですよ ね, いいですよね。もうごめんですんじゃないですもんね、本当に。ドーマさんあのあれですよね、女性の涙に弱いって言ってましたね。そうですかね。どうもさん気をつけてね、そういうのあの詐欺師がいますよやっぱり、ええ、自分で泣く方だから、逆バージョンね、自分で泣く方だから逆バージョン、泣き虫なんです。あとあの、まあ、詐欺師でいたのであれなんですが、はい、あの私は詐欺師は見て分かると、目を見れば分かりますっていう人いるんですが、そこで知っててもらいたいのは、詐欺師の目をした詐欺師なんて三流ですからね。だからいかにも詐欺師じゃないっていう人が詐欺師のプロですから、それが一流ね。そう、詐欺師は今日そっちは出ました、一応詐欺師の一流は詐欺師じゃないように見せかけるのが一流ね。はいはい、だから目を見りゃ分かるっていう人は全然分かんない人だから、あんまりそういうのは聞かないようにそう、詐欺師はもう分かんないですよ。詐欺師がね、詐欺師の顔したら詐欺師にならない、なんか、ね、商売上がったり、分かりました、はい、振りかけを引っ掛ける人の得意なパターンってね、やっぱりあるんですよ。やっぱり気前がいい、うん、だけど番たび気前がいいんじゃない、時々閉めるとこはピッと閉めた雰囲気だけ出す、うん、で売りかけ1000万引っかかったとか昔よくありました、500万引っかかった、はいはい、最初はこう羽振りよく見せるわけです。やっぱり気前のいいとこを見せてて、気前がいいばっかりで最後まで行っちゃうと心配しちゃうから、うんうん、どっかちょっと安心させる、ちょっとケチなところを見せる。ああ、そこで見せるわけ途中で。ちょっとだけね。うまい。だから一流なんですね。それやっぱり一流なんですね。今日はちょっと抑え気味でね。はい、悪いね、うん。それでドローン。で、それからまた仕事がうまくいったからっつって、はい、パパッと。昔は全部サインで飲めたから。はいはい、売りかけってやつ。3ヶ月ぐらいは大体入金サイドっていうのをやって、はいはいはい。お店をオープンするときに3ヶ月分の回転資金、回転資金イコール女性の給料、はい、まあ、仕入れはね、月末締めの翌々月とかありましたけど、うんうんうん、だいたい従業員の給料っていうのは月末に締めて翌月の10日とか15日、うんうんうん、この3ヶ月分全部売りかけでもやっていけるだけのお金を持って開店しないと。だからまあ一流店オープンするには5億の金がかかる、まあ、今はもうテナントが非常にそれほどかかんない、まあ、内装をかけるようになりましたけど、結局今はそんなに一流店一軒オープンするのに5億はいらない、まあ、2億もあればできるんじゃないかと、まあ、足んなきゃあと5000万とねなんでそこで5000万ついたか分かんないけど、ということで、はい、あのまあ、いろいろあれなんですけど、はい、たまたま今日もあの高人君が来てました、はい、佐々木高人君来てましたね、
彼はあのオーガナイザーで、はい、あの異業種交流会で、1万6000人ぐらい買い持ってるんですね彼は、この若さ で僕もちょこっと顔出したことあるんですけど、あの六本木とかいろんな銀座のそういうお店借り切ってですね、クラブとかいろんなの借り切って、大体ね彼は最低でも 2,300 人来てますね。彼がやったやつは500人とか来てるんですよ。行列作ってるんです、ずっと。すごいですね、彼はパワー持ってますよ、若いけど。いよいよ来年ぐらい銀座でオープンですね。2億ちょっと5000万ぐらい大丈夫です。ね、僕たちは5000万まで。5000万ちょっとあれだけど。ありがとうございます。今ご紹介預かりました、あの高人と申します。今ですね、あのこういったあの女性のですね、あのキャンペーンサイトですとか、あとは今ご紹介いただきましたあの六本木の方でハニーズコレクション、ハニコレという名前でですね交流会させていただいております。ですね、あの今すごい綺麗な一流の女性の方々ですね、いろんなお話聞きまして、ちょっと少し感じたことがですね、うん、あのやはり信頼を得るには言葉じゃなくて結果、行動なんだということがですね、私もそれ日頃からあの、まあ、自分のパーティーやる上でも気をつけているんですけども、あのやはり口では誰でもうまいことを言えますので、やっぱりそれがじゃあ行動が伴った時にやはりそこに信頼が生まれるんだと私は考えておりまして、でですね、あのお金、多分銀座のお店ですとか一流店っていうお話が出ましたけども、じゃあそういった一流店にじゃあなんでそんな高額のお金をお支払い、お客様がお支払いするのかというと、やはりそこに信用信頼があるからお支払いをされているんだなと私は考えております。ではじゃあそのじゃあ一流、まあ私パーティーそうやってやってる都合ですね、まあいろいろ女性の方と交流させていただく機会が多いんですけども、その中でやはり銀座ので働かれてるっていう女性の方お話する機会結構ございまして、じゃあその時にじゃあなんで銀座、じゃあ六本木とか渋谷新宿じゃなくて銀座のお店で働いてるのと言いますとですね、人がいい、人と出会える、いい人と出会えるからっていうことをお答えされる方がすごい多いんですね。お金ではなくて人だと、というのはですね、やはりその女性の方も男性の方ももちろん私もなんですけども、やはりあの生まれたからにはやっぱり一流と言われるようなですね、どんな業種でもなりたいと思ってますので、じゃあ一流になるにはやはりですね、あの一流の方々との交流を持って、まあ、こうした番組も本当に今日いろんなお話をお聞きさせていただいてすごい勉強になったんですけども、やっぱりそういったお付き合い、あの一流の方々との交流、そういったものがその人を育てていくんだなとすごい感じました。なのでですね、あの一流店と、まあ、すごい呼ばれるもの、まあ、店舗さんはですね、おそらく、まあ、そういった信用度のすごい高い方々がよりたくさん集まって日々あのすごい盛り上がっているお店なんじゃないかと私なりに考えております。私のパーティーもですね、まだまだお客様からちょっと会費高いんじゃないのって言われることも多いんですけども、まあ、いち早くですね、あのそういった方々にもこのパーティー一流だねって思っていただけるようにこれからも頑張っていきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。まだ時間ありますか？大丈夫？先生、うん、なんか、うん、ぜひ、うん、はいはい、とあの一流の話、いろんな意味で一流、それぞれに心きれいになってもらいたいというふうに思うんですけれども、であの先ほどあのこう詐欺の話とちょっと口説きの話ちょっと出たんですが、まあ、簡単な3つほどあの手口の紹介だけ、詐欺っていうんじゃなくてあのお客様を上手に引き入れたり、みんながビジネスで成功することにも利用できますけど、一つはあのフットインザあのフットインザドアというのがあって、あのまず足をこうここに入れるわけですよね、ドアに。でそのうち体がだんだん入っていくっていうやり方で、最初は低いところから言っていって、最後にこう大きなあのものをこう営業をかけるというやり方をする、まあごく普通のやつですよね、はい。それからあの ドアインザフェイスっていうのがあるんですね。それは最初に、例えばこれはシャンパン500万だっていうと、そんなん高いって言っても断れることを前提で商売するわけです。で断るでしょ。じゃあこっちのシャンパンだったら2万円だけどって言うと、ああじゃあこれならいいよってこう入れてくれたりするって、こういう商法がよくあります。
それからあのローボールって最初からあのあこれもいいわよ今日はたあのキャンペーンでいくらこれも今日はキャンペーンでいくらこれも今日はキャンペーンでいくらいわゆるローボールだけをこう出していって、うん、あのお客さんからはそんなあのお金取ろうとは思ってないからってこうローボールばっかりやっていくっていうパターンで人々をやる、まあ、アメリカの有名なですねあの商売の3つのあのやり方なんですけどこんなの手法として覚えておくといいと思います、うん、詐欺師の方はもちろんその手法をどんどん使ってきますからあの知っていてくださいで詐欺師の方はさらに1回目2回目はうまく成功ちゃんとやるんだよね3回目ぐらいに額を増やしてバックれるっていうパターンを取られるのでその形をお気をつけ、ください、うん、そう2万円貸してちゃんと返す2万円貸してちゃんと返す、うん、今度ごめん10万だけって言って、消えちゃうとか実際にはさらに桁がゼロが3つぐらいついたりするわけですがお気をつけ、ください。はい、そうですね、覚えておくといいですね。でそんなのをまた口説にあたっても利用されてもいいかなと思いますけどね。はい、今日参考になったんですか、はい、ちょっとね、どうしようか。はいはいね、でもねこうあのモテどうしたら男性モテるのかって谷さんに聞いた方が早いですよね。何が聞かないですか。全然何が聞かないですか。もう私ら家庭があってそんなもうモテるなんてほとんど分かりませんよ。ただあの女性に対してねやっぱり先生そう思いますけどもやっぱりモテたかったらねやっぱり優しくしなきゃダメですよ。優しくそしてまめにそしてやっぱり男だから最後は強くないとというこれ言うと強くないとっていう言葉非常に難しい表現をするんですけどもやっぱりあの素敵な男はやっぱり優しくて強い人、うん、だから強かったら絶対その、弱い女性にドメスティックバイオレンスじゃなくて手を挙げたりしないですよ、うん、だって女性はやっぱりね女性は優しくて素敵だったりそうですよね泉さんねと思いますけども今度ね、はい、逆に女性がこの男性を私のお客さんにしたいと思った時に女性がどういうアクションをしたらいいか。あ、これ聞きたいですね。ね、要するに男にモテるとすぐ女の子、え、私狙ってんのだざわざわ、うん、こんなのもう愚の骨頂で、うんうんうん、興味を示してくれたら、うん、じゃあいかにこの人を私のいいお客さんにするか興味を示さない人にどう私に注目させるかこれをね話しないと面白くない、うん、これを面白くないんじゃなくてこれを話すと面白い、うん、私をチラ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 見てくれたお客さんがいたらピンクする。え、係のお姉さんが何をあの子って私のお客に言う冗談じゃないとっぽい女だよ、うん、このねブツブツ怒ってるお客さんにか、うん、そのお客さんが飽きてるから飽きてっちゃう飽きられないようにすることも大事でもありきたりだと飽きてっちゃうある銀座の有名な今ナンバーワンオーナーママね、うん、ある店に入ってお客さんが自分の方にチラチラって見るとウィンクするのちゃう。あの女変わって意外性がなきゃつまらない。まあその先はねあんまりここでいっぺんに喋っちゃうと、ね、お客さんが自分にどう興味を自分に関心が集まらなかったら何も人気も出ない、うん、話題にもならない。やっぱりお客さんが自分の目をこうパッと見たときに女性も分かると思うのこう見てて普通に私を見てるな私ちょっと私にちょっとみんなの中で私にちょっと多めに関心があるなあの人はって目見てて分かると思うあの見た人が分かってる仮にね。だからそれをいかに瞬時でお客さんが私を見たときにね関心を向けるにはまずウィンクをちょっとしてみる。お、変わった女だね。やっぱりね誤解と錯覚とねやっぱりっていう話があるんだけどやっぱりお客さんが自分の方を見なきゃったら話にもならないわけだから夢と希望と誤解と錯覚やらせそうでやらせないって分かる？やっぱりね、まあ、やらせるかやらせないかはまたその先の話これはね確証高い番組ですから、ね、それは先の話としてやっぱりちょっと誤解あ俺に気があんのかしらリシャね、何回も送っててね手も握らなくて失礼しましたこんな話、まあ、これアドリブ、ね、お名前が出てアドリブ、うん、やっぱりそういうねいかにお客さんが私の方を見た時にずっとあいつちょっとって思わせるかっていうのがやっぱり関心が集まって、うん、隣の係が何をあの女の子って私のお客さんにニヤニヤし て、ね、
インキュバでするらしいなんて、いや目がかゆかったんじゃないですかってお客さんはなんか俺に気があるんじゃないかってこれがなかったらつまんないでしょ、キャッチボールも何もないただお酒強いんですかって、朝何時起きんですか、朝普通に勝手に起きてんだからってね、やっぱりなんかそういうねちょっとしたところに変化がないと、だからこの係の女性なりが何をあの子の本当は私のお客さんにインクばっかりして、いいよお前の係じゃなくてあのインクしてる女の子のが面白い、ちょっとあっち呼んで、あもう一組来てたろ向こう行ってれば飽きてるからね、飽きこういう変化が新しい波ができて新しい時代ができてね、ただトッポイだけじゃなくてそういう女性が本当に誠実あってずっとやってってナンバーワンになってったりしてる、だからやっぱりそういう変化の作り方ね、ちょっとばかり持ってたらえ私やられちゃうの、いやいやそんなでもないっていうのやっぱりね誤解と錯覚がなかったら面白くないの、ただ酒飲んでたってそういうね、だから例えば女性がもし君の僕が恋人になるとしたら何してほしい、何してほしいだろう、うん、ドレスが欲しいね、あ、洒落たお靴が欲しい、いろいろ言うと思うの、え一軒家が欲しい、マンション欲しい、車が欲しい、いろんなこと言うなんだけど、やっぱり意外なことがいいよね、うん、意外な、えってこいつ面白いなって、現実味のあることばっかりじゃ全然つまんないわけよね、えって本当意外と夢なんてすごい夢を言ったら叶えられる人って結構いっぱいいるかもしれないし、日本の経済界の人結構お金持ちでいっぱいしまってる人がいるので、しまって使い道のない人もいるから、まとめてバーンと出したい人もいるかもしれない、だから意外な意外なことをね言うことを、だから家を出る家で鏡を見てね、女優さんでも自分の一番いい顔を100回いい顔を見て家で、であこの顔がいいってね、でお客様に会っていらっしゃいませって言った時にちゃんと目を見て、私のお客になるのよ、私のお客になるのよ、3回念じる、どっか通じるから言葉ではなく、帰り見送ってて、また来るのよ、また来るのよって3回念じるの、したらまた来るんだからね、あのねつまんない会話でね、えー、ってどこ行ってたの、どこの店とかそんなこと言っても、また来るのよって必ず通じるから、だからちゃんと目を見て、本当に今日はどうもありがとうございました。でさっきもちょっと話した、豆じゃない豆だというね、まああんまり極端に丁寧な豆すぎてもかもしれないけど、よくスカウトマンで毎日電話して、ある日突然ピタッと電話して、ああの人電話かかってくるのおかしいな、それどっか意外性を作ってアクセントを作っていかないとっていうものもあるのはあるよね。関心が集まっていくつだ、ちょっと人気が出たから、え私って言ったって話にならないわけ、そうじゃん、逆に関心を、銀座のお客さんってそんな簡単にね、そんなちょいちょいで何とかなんて思ってないから、そんなにプライドが低くないわけ、自分のプライドの方がお勘定よりもっと高いんだから、払ってるお勘定以上にお客さんのプライドはもっと高い、これを意識して、で、ただビビってるだけじゃなくて、その夢のある接客をねしてほしいなって、ちょっと引退した男だけど、ちょっと、そういうね夢がある店がなければ行ってても楽しくないじゃん、すごくいいでしょ、お客さんはお勘定よりもお客さんのプライドが高い、なんかっこ悪い休めることはない形です。なんかね、先生とさ奥田さんだと、なんか本当に心理カウンセラーですね、これ完全に素晴らしいですね、素晴らしい、現実的なね、本当にリアルな現場のね、また先生は先生のね、そのいろんな統計を取ったいろんな中からの心理学のね、先生モテるでしょやっぱり。いや僕モテないですよ、今こう見ててもね、奥沢会長の方見てね、みんな女性陣ね、来て来て来てってこうずっと念じているんですよね、会長ね、そういうの伝わってあんまりそんな悲願じゃダメですやっぱりそのマイナス思考が良くないんですよ俺の方にも来てるよって思わないとね、先生今度僕は教えますよまたね先生よろしくお願いします。僕の流れは町内会の、これはね身内の電波なんです、町内会の身内の電波、そう先生やっぱりね有名な先生だってみんな緊張感ね、尊敬申し上げて100対1、先生はあれですよね、慶応からハーバードですよね。あそうです、はい、実家ハワイですよね、はい、ハワイですよね、ワイキキかどっかですよね、ワイキキ行ったり、あとはカリフォルニア大学院の方に、はい、行ってて、しばらくカリフォルニアの方に、はい、いや実家ですよね。いや、うん、今はちょっと違います、はい、あそうなんですか、今ちょっと変わりました、はい、慶応からハーバード
だからモテないはずないよね、独身だし。それは独身なので船は持ってるしね。俺とかドーマンさん、鹿児島のね、単なる田舎者の二人でね。いや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 、はい、山の中で桜島があるじゃないですか。ドーマン社長は猿の餌を奪って食べた。俺は猿から餌もらったって話したら ね、 ね、山の中で、はい、やっぱり違いますよ、やっぱりね、そういう。あそこ黒岩ラーメン美味しいですよね、桜、ね、ね、鹿児島ね。本当に田舎侍ですから、先生、やっぱりいろんなとこ行ってますね。でもあのさっきあのお世話で言ったけど、やっぱりね、あの来て来てっていうのと一緒で、やっぱりテレビ出演しててもね、やっぱり俺は他の人は知りませんけど、自分の番組出てる必ず電話送ってます。いや、それはだって見てもらってなんぼですから。どんないいもの作ったって見てもらうなんの意味もないですよ。だからやっぱり見てね見てね見てねっていう、その気持ちは必ず送ってますね。コミュニケーション の、 あの礼儀のイロハですもんね。絶対それは伝わる気がします。そうですよね。以心伝心というのはそういうことだしと思いますけどね。また来てね、はい、うん、ありがとうございました。3回年次のまた来て、うんうん、また来るのよ。やっぱり奥さん会場のばっかり見てるね、やっぱり大体よね。こっちはあまり来なかったですよね。そうするとね、誠実さが伝わっていくの、相手に。なんだお前って、明日の朝の朝飯のこと考えながら接客してんだろうって話だよね。まあ明日の朝ごはんなん かあの考えてるわけないの、接客中に。ところが意識がそこにないだけなの。ちょっとだけ緩かったり疲れてたり気の使いようだったり、ところがそこでまた来てねって、うん、ありがとうありがとう、感謝があるかないかっていうのは顔と仕草と全部に出るから、これがやっぱりどう表現するかってね、大事だもんね。でも文句じゃん。そう、最近綺麗になった。僕会った時から綺麗だから文句じゃんね、うん、ごめんね、うん。そう、まあ、今ね、銀座でナンバーワン、それこそベスト3に入る女性ですからね、やっぱりそういうことです。それは素晴らしいですね。なるほど。その子たちをやっぱり認めようと思ったら、やっぱりそのぐらいの優しさと目配り、気配り、心配り、包容力、ね、包容力ないといけないですね。そう、勉強になりました。いや、勉強になりました。よく銀座行った時、昔ね、あのお中元とかお歳暮くれるでしょ、はい、びっくりしました。ああいうことって他ないじゃないですか、他の都市には。 あれ銀座だけですよね。すごいですね、なんか本当にね、旅行行ったりして、で実家の名産品を、ね、お客様に送って、うん、ね、1500円2000円で、あの子は丁寧で本当に、ね、いつも物を送ってくれるから、俺は義理があるんだよって言って何十万っていう、まあ、何十万何万円の場合もあるけど、うん、ね、2000円3000円であの子に義理があるんだ、あの店のまま、あのあそこの何々ちゃん丁寧で、これを売れるね、あのこれは銀座以外の町ではないことですよね。そうなんですね、はい、あの銀座以外、まあ、六本木新宿いっぱいあるけど、銀座特有の、銀座は女性に価値をつけてくれる町、とっても深いでしょ。いいですね、深いですね。ちょっと皆さん、あのこうクリスマスプレゼントやバースデープレゼントでもらって嬉しいものって、銀座の女性たちで何ですか。あの現金とか商品券以外で。まあ一番現金がいいんでしょうけど、まあね、そうそう、現金、はい、飲み物以外で、ね、はい、はい、どうぞ。じゃあそちらからちょっとずっと、はい、はい、うん、そうですね。え、なんだろう、車、真心だね。車、いや気持ちだけで十分嬉しいですけど、その送りたいっていう気持ちで、うん、でも身につけられるものだったり、うん、アクセサリーとかじゃないですかね、はい、はい、アクセサリーね、はい、そうですね、何でしょう、あんまり欲しいものはたくさんあるんですけれど、何かをもらうというよりはやっぱり、何でしょう、アルバンドグリニャッカな。はい。あれを10本立てていただいた方が嬉しいかもしれないです。はいはい、最高最高、はい、最高。私もアルバンドグリニャッカ20本ほど。なんか違うこと言って。なんか違うことって 何かってないんですか、別に他に。あ、でもやっぱり私も身につけられるものがいいです。例えばやっぱり和服とかドレスとかも靴とかも嬉しいです。い、はい、プラスご来店していただけるのがやっぱり嬉しいですね。店思いのいい子だね。
私もやっぱり身につけられるもので、それをプレゼントしてくださった方と一緒にデートをして、その後はアルマンドで一緒にあの祝杯をあげたいなって思います。はい、ベルサーチのジャケット欲しいんですね、じゃあそうですね、私もやっぱりいいお洋服とか身につけられるものをプレゼントとしていただいて、美味しいところでお食事して、その後またお姉さま方と一緒にあのお祝いしていただけたら、それが一番嬉しいですかね。綺麗綺麗。やっぱそうみたいですよ。身につけるものが多いですね、結構。身につけるもんですよね、やっぱりね。身につけるもんでしょう。なんか心理学的なんかあるんですよ、そういうのは。あの一般的な恋愛でもね、身につけるものがこうあの嬉しいっていうのありますよね。あのいつもあこの人からいただいたっていう、なんか、うん、いい意味の気をもらうことができるじゃないですか。だからそういうところで身につけるものっていいですよね。魔除けにもなりますしね、いい人からもらったものは。ああそうなんですか。魔除け、はい、魔除けになるんですよ、いい人からもらったものは。もう奥沢会長からもらったものなんかもものすごい魔除けになるんじゃないですか。邪気がさっと去ってくれて、ほんとほんと、あの天使が寄ってこなくなっちゃうかもしれない、はい、僕がプレゼントした他の天使が寄ってこなくなって魔除けになりすぎちゃってですね、あのあれですよね、あのやはり銀座ともなると頭やすがこうケーキにバッてこう顔つけられるとかそういうことはないんですよね。え、あるの？あったんだないですよね、ないですよね。バスデーケーキに？バスデーケーキ。顔？顔。ああ、うん。名古屋でそういう人いました、僕。ああ、そうですか。名古屋のあの有名なクラブ行った時に。うん、はい。ものすごい今流行ってますよね。急にここ一人あの前々からだったんですか。まあ外国からねケーキ投げたりとか、うん、ああいうところから来てるんですよね、はいはい。あの溶けるやつですか？自然に。あの普通のちゃんとしたケーキ。普通のケーキ。ガーンと。大変だそれ。はい。あったんですか、やはり。さっさまで殴ってほしいなんて言わないで。そう、前なんかやられた人いましたけど、間違えてケーキがアイスケーキかなんかだって痛がってましたけど。ね、やっぱシャンパンがね、やっぱ入れてもらうのがあれですよね。いいんですよね、やっぱりね。やっぱりシャンパンはね、冷やしてあります。はい、あ、そうですか。あのコードの今日お目じゃないですね。うん、今日もうあの。プレゼントで届けてあるんですけど。あ、そうですか。うんうん、あとで、二次会で。はい。はい。じゃあ、シャンパンはあの飲んですぐからね、とってもこの明るいハイな気持ちね。はい、あのワイン、シャンパンは泡物は俺あんまり飲まないんだよって、でワインがいいっておっしゃる方もいいんですけど、僕なんかはもう昔からね、あの前にも言ったように、もうシャンパンは飲んだと同時にもう気分がハイになって。はい。もう音痴な僕もリズミカルになっちゃうというね、こうもういきなりねハイテンションになれる。シャンパン結構にいいんですよね、うんうん、そろそろ開けるかなと思ったら、もう気分だけで華やかな気分になってくる。華やかな気分ありますよね、シャンパンがこうあるだけでね。まして、このキャティアにしてもね、ホテルリッツでもうとっても出てる、はい、もう僕は比較的キャティアが大好きで、いつもキャティアキャティアって。長谷川会長にはアルマンドをお願いしてお世話になってますけど、やっぱり華やいだ気分になれて、女性もね飲んでて楽しくなれるもんね。そう、シャンパン急に最近、あの僕いつもボート乗ってるんですけどね、船でも最近あのシャンパンの掛け合い、あ、今日もかけられてあれだったんですけどね、流行ってるんですよね。先生届けます、ケースで。消してる。請求書はずっと忘れた頃忘れたね、それは、ええ、請求書はゆっくり届けます。シャンパン、現物、船にみんなであとじゃあマリーナどこか伺ってね、シャンパンを口に入るように体に流れちゃったりして、もでもシャンパンは本当にね気持ちよくなれるから ね、なりますね。やっぱり夢の例えば、ウィリアム王子の結婚式でなんて言ったら、その雰囲気になれるでしょ。パリで流行ってるって言ったらパリになれる。あのカープが3キロつながってて、ローマ時代からって言ったら、とってもこう歴史的に自分の気持ちが高められるというか、夢の世界に連れてってくれる。シャンパンって響きがいいですよね、発音もね。そうなんです。後ろ上げることでシャンパンって上げれるじゃないですか、シャンペーン。でこうワインとワインって落ちるじゃないですか、ワインってこう上げれないっていうところで、なるほど、ちょっと暗いですね。これはもうちょっと大いに流行らせて、うん、はい
はい、この間ね、あのワインはワインでいいですけど、ロサンゼルスからラスベガスに行く飛行機の中でね、乗って待ってるの、こうやって、そしたら突然ね、機長がね、シャンパン持って後ろに来たの。ほんで、あの、今からラスベガスにみんな行くぞと、みんなのためにケーキ作りにシャンパンを機長からプレゼントしよう、レッツシャン飲もうぜシャンペーンとか言って言ってるわけ。おっと、今から操縦しなきゃいけないから残念ながらシャンペーン諦めようと。お客様、ラスベガスで億万長者になって帰ってきたら、ぜひ東エアラインでバンバンシャンパンを入れてくださいって言ってね、宣伝だったの。おしゃれですね。でも、みんなもう大拍手でね、機内で、おしゃれおしゃれ、なんか雰囲気が上りますよね、シャンパン。シャレっ気がありますね。アメリカは ね、日本国だと怒れちゃうんですね。そうそう、シャレっ気がなきゃね、人生シャレっ気がね、もうこんないっぱい隠せないだけお金持った人が不幸でね、で、まあ追っかけられてる人はまた別にしても、今日まあ生活できる人は大いに今日生活できる、今日のいい天気いい風に幸せいっぱい感じれるわけですしね。やっぱりその今谷さんのおっしゃるシャレっ気があるってすごく大事なことですもんね。すべ、ね、てにね、人生、はい、そういうところありますよね。すべてにね、はい、いいですね、シャレっ気大事で、そうなんですね。あ、それがおしゃれなんですね。だと思います。ですよね。あの貸金庫に昔ね、お金いっぱい詰めてた人がいた。ところがいろんなことで今それがなくなっちゃって、で貸金庫行ってもほとんど現金入ってない。そのいっぱい入ってた時が幸せですか、今日入ってない今日が幸せですかってある人が聞いたんです。いや、両方幸せだよ。いっぱい入ってた頃はいつ税務署来るんじゃないかって心配だった。まあそれはまあこれは作り話のジョークですよ、うんうんね、まあ、そういう人もいるかもしれない、うん、でも両方幸せだよって、結局究極はそこでしょうね、はい、結局生まれてどんな人生を送ってもやっぱり生まれてきた時裸で、やっぱり亡くなった時は裸でいくっていう。だから谷さんのさっき言う人生 の、 あのステージというか、どう生きていくかっていうね、ことが そこがどう一流かっていうね、どこまで極みを高めて、かっこ悪いことを言わないで生きるかっていうのを、ね、素晴らしい。そう、ね、やっぱり一流ってやっぱり最終的に極めていくっていうかね、なんか ね、 そ、 ことですよね、 そこに到達するかもしれないですね、どうですか。谷さん、来週あたりはテレビなんか地上波いっぱい結構、はい、まあ、だからあのまた見ていただこうと思って、 TBS のちょっと私の何がいけないのか月曜日あって、はい、また木曜日にあの和風総本家というまたこの医療業界の裏に、あんな機械を使ってるのを職人さんが作ってるっていうね、っていうようなことがあって、これがまた面白いですね、はいはいはい、それはあの情報番組ですか。あ、これはあのテレビ東京の番組なんですけども、まあ、あの月曜日の TBS のやつはバラエティなんですけども、でもやっぱりなんかそうやってさっき言いましたけど、やっぱり見ていただいてっていうか、その念を送って、だって見てもらって、何回言いますけど、なんぼっていうおかしいけども、そしてまたいろんなね、こう言われれば、うちなんかもまあ裏話で言うと、もうおかしい両脇になったのもこの旦那の浮気ばっかりでって、泊まってきたこともないんだけどな、他の女の家もあるわけじゃないんだけどな、今度私この年齢になってきたら、まあ恥ずかしい話ですよ、何女性は何薄毛というかなってきて、ウィッグをつけなきゃいけない、そしたらナレーションですいませんけども、旦那がまた女でいろいろ問題を起こすから、こんな薄くなったいいですよ結構でございました、そんなことしたことあるかなと思いながら、まあまあそれはそれでいいんですけど、でもまあいろんなことがね、まあ、夫婦もいろんなことがありますんでね、なかなか一流になれない夫婦なもんですから、まあ、あのうちは三流なもんですからみんなに笑って、いやでもね、バカにならなきゃダメです。バカになれば離婚になれるんですよ、はいはいはい、ですよね、はい、そ本当のバカじゃダメなんだけど、はい、バカにならないと、まあ、ですよね、変な話、うん、人にその肩を凝らない思いをさせてあげるというところでバカになってあげてるわけですね。いや、それはそうです。だってそれで、まあ、銀座の方と違うかもしれないけど、まあ、僕はテレビをご覧の皆さんはそれで、まあ、一日の疲れが飛んだりした、ね、それが俺の、あの仕事ですから。そうですよね。ですよね。また銀座はまた違うかもしれない、はい、先ほど、はい、奥さん何個もおっしゃってるけども、ね、そういうんだと思いますから。銀座は 10万ケースの恋がある、100万ケースのそれぞれ違うわけですからね、恋のあり方も。だからまた深くていいんじゃないでしょうか。あんまり恋の方は知りませんけど先生は最近テレビ結構出てましたよね、はい、あ、そうですね、またあの6月6日あの日本テレビ7時から笑い神なんだ降りるっていう番組ですね、はいはい、ですね、日本テレビさんですね。それからまた、今度またあさって、
あれなんですけど、収録なんですけど、はい、5月また6月17日か25日に、日本テレビさんウィンクなんとかウィンクっていう番組の方をまた出ることになってますので、はい、こういうやっぱカウンセリングこういうことしてるんですか、そういうんじゃなくて、6月6日はこういうことやってますね。今度ね6月6日ちょっと変わってて、催眠療法やってね、あのね、あの鬼太郎っていう芸人をね、あの前世に持っていくってやつをちょっとやっていて、結構面白いことやっているので、催眠術できるんですか、はい、できますよ、できますよ、そうできます、できます、はい、後でかけてもらおう、はいはいはい、はい、はい、大丈夫ですよ、もう師匠が泉さんを好きに、泉さんがドーマンさんを好きになるとか、そんなことできる、そんな催眠そういうのできるんですか、はい、できます、はい、本当かね、10年間かけといてくださいと、はい、3年間かけといてください、世の中の人みんながシャンパン好きになるとかね、それバッチリですね、いいですよね、銀座好きになる、それぐらいの効果ではないですね、いわゆるじゃないですね、はい、以上ないんですか、ご予定は工業とかいろん なんかイベントとか、それはあのやはりございますので、今年5月31日は銀座の音楽堂でお歌いやりまして、それで私どももやっぱりボランティアとかそういうことも多いんですよ、それで、今度明日ですね、親鸞聖人様 あのお誕生日なんでございます、それでそれをあのどういうふうに言うかというと、お寺様では御誕へってこうおっしゃるんです、誕生日の誕、こう降りてらっしゃる誕生日の誕の会うという字、ご縁をいただいてこの世に授かるというね、私ども人間が悟されることでございますけど、それをあのボランティアでお狂言を1時間半やらせていただくんですよ、お寺で、はい、ですからお寺様の本堂に舞台を作りまして、で下は畳のままですよ、はい、柱持って足がかりがあったりして、そうなんです、ですからいろんなあれがございまして、またあの、6月になりますとほとんどうちにいられない、四国から全部回るとか、学生さんの教育のために、はい、大学とかね回られる、あのそうですね、あの今度は小学校さん、高知県は、ですから私ども例えば新潟ですとね、去年2万6000人の方にお見せしました、ですから午前午後午前午後午前午後で何ヶ月も続けて、はい、であの最近ね新作もありますので、桃太郎さんの表現にいたしまして、それであのまずそれを小学校の方に見ていただいて、そして何百年昔のものを見ていただいて、もうとってもよく心がね豊かになりますもんね、あの特に大人の方よりも幼稚園の方とか小学校の方の方が体中を心にしてみてくださいますから、ね、反応がすごくいいです、体中を心にしてみてくれる、そうなんでございます、それから先生の本もありますね、はい、先生ね、これあそうです、もう催眠術かけられて持たされてるんです、はい、隣ですっかりかけられて俺、はい、もう手の震えない AD みたいなもんですよ、はい、あのあアップすいませんこ、はい、これね、これ、はい、小学館の方から他人支配をやめると幸せになる、はい、こちらのベストセラーになりまして、あの紀伊国屋でも今話題の本でたくさん積んでいただきました、あのこの本読むとねお客さん増えるんですよね、はい、ぜひこの本読んでください、いいと思います、で漏れなくねあのこの本買って、あでもこれ放送じゃなくて生の方はあれです、あのつまんなかったら僕はねあの買い取りますって言ってんですね、はい、それぐらい意外とあ本当にそうなんですけど、あの自信作で、はい、これちょっとかいつまんちょっとあの端的に言ってどういうこと、はい、他人支配をやめると幸せになる、はい、他人支配、はい、すごい短い、他人支配っていうのは他人を支配することなんです、短すぎますね、うんうん、どういうことかっていうと心の中であの人はこうあるべきだっていう考え方を持つことを他人支配と言います、なるほど、あの私の妻はもっと私に感謝をするべきだ、あの人はもっとすいませんと私に言うべきだ、あの上司はもっと丁寧に私に説明するべきだっていう考え方を他人支配っていうんです、もっとあの人はこうあるべきだじゃなくて、そんなことを考える暇があったら自分を磨く、自分を磨く、世の中にはいろんな人がいるわけですから、それぞれに適応が上手になっていく方がよりさっき言うところのまさに一流ですよね、心の広い人になるわけですよね、というところであのこういう名前つけたんです、ちなみにこれは入院している精神病棟で分かったんですが、あの精神疾患でご入院されている方々は一般の人に比べてはるかにこの他人支配が強いんです、
ここが一般の方と入院に至る方との大きな差だなということに気づいて、さらに一般の方でも他人支配をいっぱい持っている方ってストレスをものすごく抱えているんです。正直他人支配ない人ってストレスノーストレスなの。まあ100人いれば100人の考え方があるからねと言って落ち着いてるわけです。100人いれば100人の正義があるわけですよね。で喧嘩って正義対正義なんですよ、自分の正義と。そうなんです。だから正義なんだ正義なんだって一番正義を訴える人が危ない。テロリストって一番正義を訴える人ですよね。そうなんです。ですから他人支配がないと自分自身も幸せになるし、実は世の中も幸せになるということで、ありがとうございます、今日帰ってうちの神さんによく言っておきます、奥沢さんのまたほら新しい銀座愛物語アンダルシア、倉田さん、あの松方さんの主演の第2作が、第2作がね、できたんですか、6月の後半ぐらいに、7月の初めぐらいに、またきっとね、前回がトークフォーラムで試写会、僕行きましたね、また規模ぐらいでやります。で7月にきっと有楽町イトシアの中の映画館で上映されると思うんですけど、まあ前回はものすごく真面目な映画にできすぎたんで、また松勝さんが僕の役やってくれて、今度実名で奥田賢治で出るんですね。そうなんですよ。もうイントロがすごいです。松勝さんが銀座は選ばれた男たちの遊びの夜の街、私はその街でクラブをやってる数少ない男のオーナー奥沢賢治、こう始まるからどうもね、僕もどうもくすぐったりやら、なんかね、ちょっとね、そんな感じ。今度渡辺謙さんの、ご子息の渡辺大さんね、それに、キムニー、キムラね、キムラお兄ちゃん、キムニーさんとか、はいはい、鶴田浩二さんの鶴田さやかねさんね、豪華キャストでやる、今回相当面白く仕上がってるはずです。もうぜひね、楽しみですね、銀座で何百人単位で、じゃあ出た時ここでみんなで批評しましょう、評論家で、そうですね、なかなかね、まあ、映画ですから、銀座のシステムだとかいろいろ語り入れてるところでちょっと実際とは違うところもあったり、またちょっとやらせで、高級なお店から、まあ、一流じゃないお店に移った時にお客さんからねすごい口説きをされたとか、お金でお金をばらまいて拾えとかね、変な場面もあるんだけど、それをまあ物語だからリアルに描かなきゃいけないんで、もう完璧にこう見ると、あ、こんなことありえないっていうようなこともいくつか入ってるけど、相当ね面白く仕上がってる。今回のは結構楽しめる。前回はちょっと真面目すぎたからね。倉科先生ですよね。倉科亮ね。そうです、倉科先生です。楽しみです。で監督さんが和田秀樹さんと言って、先日国際、カンヌで要するに最優秀監督賞を取って、何気に知ってる人も何人かいると思うんだけど、かなりの東大の、そうですよね、東大の、医学部の、の人ですね、まあ、もしかして同業に近い和田秀樹先生が僕の映画の監督さんなんです、今度、はい、すごいですね、まあ、あの方はね、もう文学からその医学からもう何からね、本当にすごい幅広い才能のある方ですからね。ということで、はい、夜も更けてまいりましたから、そうですね、2部に移りまして、はい、火曜タイム、はい、なんか最後いいことあります？いいことですか。やはりみんなで銀座に行こうと、なんかみんなで銀座に行こうっていう映画作りたいですね。あ、そうですね、ね、みんなで銀座に行こう、はい、いいですね、映画のタイトルそのまま、まあ、銀座は高級クラブだけじゃなくて、いろんな幅広いね、昔からの分断バーだとか、そういうその歌えるお店、まあ、俗に言う今ちょっとキャッチで問題にはなってるんですけど、やはりいいお店もたくさんあります。食べるお店から何からお寿司屋さんからありますから、大いにやっぱりバリエーションを広げて、やはり銀座で楽しめる方が大いに集まってほしいという、まあ、前回先生が銀座は騒がしくない、やっぱりどんなに流れがあってもやっぱり品の良さっていうのはありますから、銀座目指して全国から遊びに見えてほしいと、こういうふうに思ってちょっと宣伝入れましたけど、先生ありがとうございます。
です。じゃあまた、来月そうです、ね、このメンバーで思っておりますので、はいはい、一旦これで、一部は終わります、はい、本当に長い間ありがとうございました、ね、一流目指して頑張りましょう。こちらが今回使用する新しいキットになります。素晴らしいですね。あれ社長じゃない？あ、社長。おお。社長じゃないですか。
何してるんですか今ね、はい、大事な商談中だから。すいませんバーテンさん、グラスシャンパンでもあげてください。あっちで行って飲んどいて。こっちこっち。え？始まってます。歌う？はい。うん。言って。こんばんは。第2部、第2部、源沢内2部は音楽のステージになっております。今日は、長谷川京介さんの、やっぱ好きやねんから、入ります。それでは長谷川京介さんお願いします。見慣れた街の明かりがなぜだか鮮やかに映るはあんたの胸で寝てると不思議あの頃と同じやね。一度終わった恋やもん壊れてももともとすくすくめでたいよなんやと自分で自分を笑うけどやっぱすっかねやっぱすっかねあんたやなきゃあかんうちは女でいられやっぱすっかねやっぱすっかね離さん言ってよやっぱすっかねやっぱすっかね悔しいけどあかんうちは女でいられやっぱすっかね
やっぱすっきゃねえきつくないってよ今夜は。次はしんくんがミスチルを歌います、はい、銀座では結構人気の高い彼はもともとロックバンドの、ボーカルをやっておりまして、はい、結構上手です、ミスチルの上トーク、歌わせていきます。よろしくお願いします。顔もよりも僕は不安で寂しくて今日も明日もただ精一杯この思いにしがみつく君に会いたい君に会いたい何していますか気分はどう君に会いたい君に会いたい愛しています君はどう君が思うよりも君はもっと美しくてそういうと決まって少し膨れるけどからかってなどいないよ君に会いたい君に会いたい何していたって君をもう君に会いたい君に会いたい愛しています今日もレッサート悲しみの間を揺れてる狂わしいほど君に会いたい何していますか気分はどう君に会いたい君に会いたい愛しています君はどう君に会いたい
ジェイソウルブラザーズ花火。まだ梅雨時ですけどね。パッと咲いてシュンと散って夜に打ち明けられた恋花火、二人照らしながら広がるこぼれる火の粉は切なさへと変わって、私の胸熱く染めました。それは夏のせいで、あなたの思う気持ち熱を出しました。ひとときも離れてはいられないほど会いたい、ただひたすら会いたい。初めて繋いだ手のひらに込み上げた愛しさが逃げてしまわないように、どちらからともなくぎゅっと手を握ったまんまで花火見上げているんです。パッと咲いて空に咲いて夜を飾る火花は夏花火、それとも恋の炎でしょうか。あなたの心が見ている夜空には今私が綺麗に咲いてますか。どんな幸せな時も少し悲しいのは私があなた好きになりすぎたせいです。この夏がこの恋が消えてしまいそう、会いたい、ただいつでも会いたい。少しだけ涼しい夜風が海岸を吹き抜けて、あなた髪が揺れてます。その横顔に映っている赤青黄色の花火、消えずに燃えていて、パッと咲いてシュンと散って夜に打ち明けられた恋花火、二人照らしながら広がるこぼれる火の粉は切なさへと変わって、私の胸熱く染めました。あなたに会うたびわがままになります。このままずっとこのままで言葉なんかいらない、見つめてください。こんなに溢れてるあなた好きです。パッと咲いて空に咲いて夜を飾る火花は夏花火、それとも恋の炎でしょうか。あなたの心が見てる夜空には今私が綺
綺麗に咲いてますか、パッと咲いてチュンと散って、夜に打ち上げられた恋花火、二人に照らしながら広がる、こぼれる日の頃は切なさへと変わって、私の胸熱く染めました。ということで、長谷川会長が、ね、もう一曲披露いたします。大阪恋物語。すいません、段取り悪くて申し訳ありません。一人や、血縁が出たもんですから申し訳ありません。屋敷高人ですよ。これ大丈夫ですか。大丈夫ですか。6番の方が審査ももう一曲みたいな。大阪恋物語、やつものの恋かしれんけど、うちは死ぬまで忘れんからね。誰よりも素敵な人、黄色に染まった街が悲しいほど綺麗やね。二人見下ろす人の川、どこへ流れやろう。うまいこと言われへんけれど、夢を追いかけるあんたを待てないうちのせいやから、自分のことを責めたらあかんよ。大阪恋物語、やつものの恋かしれんけど、うちは死ぬまで忘れんからね。あれよりも素敵な人、
もう5年早く会えたら夢中でついてゆけたよ。多分女は男よりずるい生き物やね。言い出した別れやけれど、なぜか涙止まらへん。輝いた日の思い出をいつでも胸に抱いて生きるよ。大阪恋物語、今幕を閉じてゆくけど、あんたこの世でただ一人だけ、マジで愛せた人、生まれ変わってまた会えたなら、今度は離れないからね。大阪恋物語、安物の恋かしれんけど、うちは死ぬまで忘れんからね。誰よりも素敵な人、ずっとどこかで星をつかんでね。必ず星をつかんでね。次は、道満源一さんで、駅、竹内まりやさんの歌です。彼の眼
優しいと私のこの髪それぞれに待つ人のもとへ戻ってゆくのね気づきもせずに一つ隣の車両乗り乗りうつむく横顔見ていたら思わず涙溢れてきそう今になってあなたの気持ち初めてわかるの痛いほど私だけ愛してたことも私の人並みに飲まれて消えてゆく後ろ姿がやけに悲しく心に残る改札口を出る頃には雨もやみかけたこの街にありふれた夜がやってくる ララ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 ラLa la 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 吉田慎が歌います。スターダストレビューですね。木蓮の涙
人の風が吹く丘に寄り添って、やがて時は行き過ぎ、幾度目かの春の日、あなたは眠るように空へと旅立った。いつまでもいつまでもそばにいると言ってた。あなたは嘘つきだね。私を置き去りに、もうくれんのつぼみが開くのを見るたびに、溢れ出す涙は夢の後先に、あなたが来たがってたこの丘に一人きり、さよならと言いかけて、何度も振り返り、会いたくて会いたくて、この胸のささやきがあなたを探している、あなたを呼んでいる、いつまでもいつまでもそばにいると言ってた。あなたは嘘つきだね。私を第2回目はこれで終わりまして、また第3回目は今度はあのアイドルユニットが出てくれそうな感じですよね、今回は男性だけになっちゃったんですけど、また新たに、ミュージックの方も音楽の方もいろいろ手こ入れしていこうと思っております。今日は本当にありがとうございました。またお会いできる日を楽しみに待ってます。ありがとうございます。